か、もういいよ。いや、まだ、もうちょい、もうちょい。練習場。よいしょ。いいですかね、そろそろ。はい。あ、いいの？うん。あ、おはようございます。おはようございます。あ、夜、今日はですね。夜ちゃん、はい、自分の名前。はい。あ、柳下喜一郎と申します。渡辺真希と申します。今日は朝早くからオスカーの生中継があるので、柳下さんと特殊翻訳家の柳下さんと映画ライターの渡辺で、レポートを。レポート、テレビを見るだけですか？まあ、なんかテレビ見たりレポートしたりおしゃべりしたり したいと思います。去年それなりに面白かったので今年もやってみようということになりました。皆さん一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ろからテレビブロス編集部も待機しております。なんか問題あったらすぐ終わりますので、ご注意ください。問題があったら、そんな問題は起きないと思うな。お願いします。はい、言葉には気をつけます。はい、お願いします。はい、はい。どうですかね、今年のアカデミー賞は。まあ、日本人的にはドライブマイカーが、なんで笑って、いやいや、ドライブマイカー、これにもないこと言うんだと。ドライブマイカーがどこまで食い込むか、はいはい、まあ、これが一番の注目で、浜口龍介監督も現地入りして、先ほどレッドカーペットでいろいろ取材を受けていらっしゃいました。なんかね、実は長編アニメ賞に竜とそばかすの姫、はいはい、もうノミネートされてるのにすっかりみんなから忘れられてますよね。普段だったらね、それぐらい騒ぎになるんですけどね。普通だったらそこもみんないるのにもう、うん、もうなんかみんななかったことになってて。いや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 、彼にとって細田守さんにとっては前の未来の未来に続く2度目の長編ノミネートじゃないですかね、うん、だからすごい普通だったら2度目ですよとかってニュースになるのに一向に忘れてる方もいっぱいいるので、皆さんちゃんと注目してくださいね。私も忘れてましたね。あれ、オープニングは助演女優賞ですって。助演女優って誰なんでしたっけ？ジュディ・デンチです。ジュディ・デンチ賞。あ、はい、アリアナ・デボーズ、ジェシー・バックリー、ジュディ・デンチ、キルステンダンスとアーンジャニューエリス、ドリームプランのどれ？お母さんか。お母さん。お母さんね。お、本物だ。え、本物のウィリアムズ。本物のウィリアムズ姉妹。この胸すごいですね。いやいや。すごいですね。いや、そうか。え、助演女優賞。助演女優賞ね。はい。これで、ヤナちゃんは誰だって言ってたんだっけ？アリアナ・デボーズ。あ、そこそこ、ウエストサイドのね。うん、かなあ。まあ、あの、なんか役者がどうでもよかったウエストサイドの中では一番存在感あったかもしれない、ね。役者がどうでもいい。どうでもいいって言われて。あなたが言ったんだよ。あ、そう、まあそう。え、何これ。なんかすごいことに。え、これ、ウィリアムズ姉妹じゃないの？いや、なんか、なんでこのパフォーマンスやってるの？聞けばいいんじゃない？謎のパフォーマンスをやってる。うん、あ、謎のパフォーマンス、別に音楽は流れてる。コンプトン地域歩いてる。あれ？え、何これ？え、主題歌賞とかじゃないよね？え、なんかパフォーマンス？謎のパフォーマンスですね。なんかなんでこの色なんだろう。あ、もしかしたらグリーンのコートをイメージしてるんですか？これは何とかって言い出し、あ、歌ですね。ドリームプランの曲を歌って、はいはい、ビヨンセ？ビヨンセ。ああ。これがところどころに入るってことね。え、こんな曲流れてた？全然覚えてない。すいません。え、でもビヨンセは別に歌ってたわけじゃないんだよね、きっと。ああ、多分違うと思う。ね、うん、
土曜日。あ、じゃあ最後に残ってたんですか、あのテロップの時に最後のエンドクレジットで流れたのかな、はい、いや、あの曲があったんじゃない、多分、まあそうだと思うけど、だからエンドクレジットの時ってほら、その前にお金、まあね、お金の内訳が出るじゃないですか。なんとかは300万ドルが1200万ドルに上がったって、うん、アメリカンドリームを文字で設定あれしてたんで、そっちに目がいっちゃった、音楽が金の方で何、あ、はい、ありがとうございます。あ、え、なんで書いてる、ビヨンセの新曲がウィル・スミス主演映画ドリームプラン、エンディングテーマ。ああ、そうなんだ、じゃあビヨンセ自身が映画の中でも歌っていたんだ。でも絶対このさ、パフォーマンスの演出、ビヨンセ本人が決めてるよね。あ、そうなの。絶あの本人がっていうか、他の人の意見は多分誰も入ってない気がする。最近なんか本当に、ビヨンセのなんかこの間の PV とかもそうだけど、あのアフロフューチャリズムが結構なんかおかしな方向に行ってて、ほぼなんか多分誰もついていけてない感じじゃないですか。それ結構好きなんですけど。これも、これもなぜこんな格好してるのかって言われたら多分誰にもわからない。そうだね。まあいいんですよ。でもなんか痩せたんじゃない？ああ、痩せた、まあ痩せたのかな。なんか一時そのさ、あの、こう、チボシンみたいな感じで、大地に根を生やしてる感じだった。いやでも本当にさ、最近見たことないもん。本当、太もも1個で、あの、マキさん入るぐらいの感じだった。太ももの中にマキさんが入るぐらい。いや、だからなんかこの人、ほら、がたいがいいって印象だからね。いや、そうですよ。とても。なんかこれ、色が不明だよね。なんかパステルグリーンみたいなね。パステル、蛍光グリーン、蛍光グリーン。蛍光グリーン。なんかよくわかんないけど。だってね、わざわざ下のコートまでその色に塗ってて、いや、そう。すごいお金かかってるな。だってほら、楽器も全部色塗ってるよ。本当だ。メガネまで色が。メガネの色まで揃えてる。そっちの方に気を取られて曲の内容とかどうでもいいんじゃないかっていう、うん、そうか、でもこれ歌曲賞ノミネートなんですね。知らなかったですね。知らなかった。歌曲賞ってそもそも何が入ってんだっけ。あ、ドリームプラン、ミラベルと魔法だらけの家、ベルファスト、ベルファスト、ノータイムトゥーダイ、フォーグッドデイ。だからあのお姉さん来てたんだ。ん、今さっき私が意外とふくよかなんですねって言った人。あ、はいはいはい、ビリー・アイリッシュ。あ、ノータイムトゥーダイ。うんうんうん。じゃあ歌うのかな。ていうか、ああ、そう、歌うんじゃない、きっと。うん、そう、まあ、それで言うと、そうか、じゃあこの、知名度的。フォー・グッド・デイズっていうのがなんかよくわかんないですね。なんだろうね。Somehow You Do っていう映画ですよ。あ、これ 曲名か。ごめん。For Good Days が映画タイトル。映画のタイトル。知らないよ。すいません。勉強不足で。そうない。いっぱいあるもん、映画。これ台無し。For Good Days。なんか懐かしいドルビーシアターですね。はい、戻ってきましたね、1年ぶりにね。戻ってきました。2年ぶりぐらい。いや、去年が、あの駅の構内でやって、うん、散々で、もうなんか、ソダバーグズに二度と仕事が来ないんじゃないかって心配しましたよ、ね。ミラクニスが主演だな。あら、ジェイミー・リー・カーチスだ。すごいね。なぜ急に。あ、なんか席の配置をちゃんとソーシャルディスタンスを考えて、あれこんな、なんだって、あ、カンちゃんだ。カンバーバッチ君がいました。
ほら、いますよ。あんまりソーシャルディスタンスなくない？うん、もう、まあ、アメリカやめたらね。はい、でもね、助演女優賞だったら黒人の方が多いんじゃない？そんなことない。そんなことはないか。黒人2人だもんね。うん。うん。黒人2人。ま、あ、そうか。助演だ。女優、男優、女優賞。これって司会じゃなくて多分、ショーのプレゼンターですよね。いや、司会進行なんじゃない？司会進行3人やんの？そうなんじゃない？司会って言ってました、ね。あ、そうなのか。うん。一人じゃ、女性の場合は一人では任されられないっていう発想だ。だって、なんか去年も、去年誰がやった？男の人やった？去年は司会みたいなのなくて、会場ごとになんかやっ立てて、みたいな感じだった。いろんなとこでこう中継を挟んで、それもあんま良くなかったんだよね。まあ、全然盛り上がらなかったもんね。盛り上がらなかったね。あ、でもみんな来れなかったからね、イギリスと。さすがにあれはあかんやろっていうことになったんじゃないの、うん、あ、そうか。それでちゃんとした司会みたいに立てなかったのか。うん、おじさんもいる。おじさん。もう名前がすぐ出てこない。ナイトメアアリーに出てた。ブラッドリー・クーパーさん。あ、そうそうそう。すぐに名前が出ない。そうね。じゃあこれを最初、今からやるの？あ、そうそう、前はいつもオープニングのなんかこうダイジェストみたいなのをこう流してたけど、それはないの？ないね。あ、だから今、ワーワーさん、ワーワーって言っちゃよくなかった。日本版某局のね。某局が自分ところ。ちょっと待って、なんでいけないんですか？あ、見て、中継しちゃいけないのか？あら、問題のおじさんが出て、まあ、これ、そこ中継しちゃいけないんで。はい。すいません。なんとなく、じゃあ、流れてる。なんとなく、はい。あら、かんちゃん。あ、かんばかっち、若いじゃん。もう、かんちゃん、撮ってくれない。サミュエル・エル・ジャクソンが来てんの？サムジャクが来てるって。あれ、ほんとだ。あら、名誉賞を受賞したって。知らなかったな。いけない、つい見ちゃって何も喋らない。あれあれあれ、その助演女優賞ってサムジャク、え、が何か受賞された、いや、名誉賞を取ったって、名誉賞受賞って、多分この後もらうんじゃないですかね、うん、あ、じゃあ、そのいわゆる受賞、なんていうの、そういうのがあるの、そうそうそう、セレモニーがセレモニーがあるんじゃない、あるのかな、うん、なんか サムジャクなんかほら、なんとスネークフライトだっけ、はいはいはい。ね、あの時ほら監督が変わったじゃないですか、亡くなって。うん、で、確かあの時か監督が、前の監督、予定された監督が亡くなって、うん、それで違う監督になるんだけどって言ったら、タイトルはそのままなのかって言って、そのままです。じゃあ出るって言ったっていう、なんかいろいろ逸話を聞いたことがあって、さすがかっこいいな、サムジャクとか思って、そこなんだ、ポイントみたいな。それで出演を決めたのかっていうのもあるよね。
なんか惹かれたじゃない。なんかそういう気持ちは大切にしてほしいよね。こういうなんか名誉ある賞をもらってもね。偉くなってもね。うん。てかそういう選択をする人に名誉ある賞をあげるのはいいことだよね。まあ、あれで、あれじゃないですかね。賞をもらったときに。あ、これ？あの、これ何？え？これは何ですか？これは何？あ、ごめんごめん。俳優が。何これ？何をやってんだろう。何これ？延々とずっと俳優の名前が上がってますからね。去年活躍した人？そういうこと？そのぐらいの共通点しかないような気は。なんだろう。ていうかさ、むちゃくちゃ。ジェームスコット、ナオミスコット、JK シモン、ABC 順じゃん、これ。あ、ABC、あ、そうだね。そうだね。そうだね。何なの？誰？なんでビーナスとか出てくるの？あ、違うよ。あ、これ一番真っ先ですね。あ、出演者じゃん、これ。あ、今日の出演者。今日の出演者。今までそんなことしたことないよね。ないよ。出演者ってテレビじゃないんだから、まあ、テレビだけど。普通誰が出るのかなと思って楽しみながら見るよね。え、何これ、あらかじめ。なんだろうな。なんか あらかじめ予告しといた方が問題ないかなって誰かが判断したんじゃない。え、でも浜口くん出てなかったよ。多分。出てたかな。いや、出てない。出てないよね。だってプレゼンターとかじゃないからじゃない。あ、プレゼンターなの。あ、プレゼンターの出演者が。そういうことか。そうじゃない、プレゼンター。そうですね、プレゼンターとそのショーのあれ、ね。そうそうそう。セレモニー、セレモニー自体の出演者と、ね。浜口くん出しちゃったら、あ、取って取るから決まってんだって思っちゃう。いやいや、全員出せばいい。でしたよ。でしたよ。国庁でさん、それです、ね。え？やってますよ。そう。15人も、15人も見てる。え、15人も見てる？うん、はい。15人も。うち2人ぐらいです。このやりがいがあるよね。すごく。っていうかまだ起きてないよね。みんな寝てるよ。みんな寝てるよね。じゃあ俺もここでログインして一人増やそう。すえ、あ、そうか。マキさんはジュディ・デンチね。上演。あ、そうですね、ジュディ・デンチ。まあ、なんか、ジュディ・デンチは、まあ、彼女にとっては別に軽い役なんだけど、ね。軽い、まあ、いつもの感じですかね。うん。だけど、その割と消極的選択ですよね。あ、この人じゃなきゃってわけじゃなくて、ね、これ、これ、これって感じですかね。でもなんか意外とこれが取るか。あ、でも黒人の人が他のノミネーションでないので、うん、こうアリアナ・デボーズか、まあ、どちらもさ、なんとかエリス、アンチャーニャ・エリスね、うん、どちらもなんか色目なさそうな感じだもんね。ノミネート的に。まあね、うん、それを言っちゃおしまいだけど、これそれ言うんだったらジェシー・バックリーって人もなさそう。あ、まあ、でもまだ若いからまだあるんじゃないか。まあ、彼女がよくノミネートされたなと思うけどね。ジェシー・バックリー、うん、脱いだからじゃない。いや、そんな。教えなく、割とほら、まあね、ちょっとニンフォマニアック的な役だったから。うん、いや、なんか感じからすると、どうしてもその、オリビエ・コールマンが目立っちゃうから。まあね。うん。それに対すると、ちょっとなんか、うん、普通だよねっていう感じだった。でもなんかあそこら辺のロストドーターの、うん、もう本当ロストドーターに出てくる女の人ってみんな嫌な女じゃなかった、あの子供から。はいはいはい、はい、あのちっちゃい5歳の子供からさ、うん、指舐めてとか言われたら私結構ゾッとしちゃって。指舐めてって言うみたいな。で、子供のいる友達に、
息子に指なめてって言われたらどうって、いや、やめてください、そんなのとか言ってた。お母さんでさえ。だから、やっぱ結構怖いな、この子は。なんか変なんだよね。全員変だ。なんか、いや、だから女の人がみんななんか、女の、こう、同性から見て嫌なところをこれでもかと詰め込んでるから、なんか、割とこの映画って女性からするとすごい嫌なんじゃないかなと、自分のこうネガティブな部分ばっかり見せられてる感じがして。あ、まあね。でもまあそれが評価されてるわけでしょ。そうそう、おそらくね。その嫌らしさが評価されてるんだと思う。まあ私も母は生きてたら聞くよね。私そんなこと言ったとか。そう思わない？私の子供時代どんなんだったとか言いたくなる。この右のお姉さんの髪を着てるようなお洋服は何なんでしょうね。すごいですね。これは誰ですか？え？右のお姉さん。誰？あ、ダニエル・カール。あ、H.E.R. って人なんだ。え、H、はあ。H.E.R. 何屋さん？歌手じゃないですか？歌手？知らないよね。あ、なんか賞を取ったとか。賞取ったって言ってましたよ。顔見たことある。ちょっと。そうか、去年ダニエル・カルイヤだっけ？ダニエル・カルイヤ太ったよね。ハーという方です。グラミー取ってる。グラミー取ってる。グラミー取ってる。この左の女の子、女の子、ね、上手だった。そう。ほら、なんかこんな子いるよねって感じしない？あ、ありがとうございます。あ、23歳のシンガーですって。やっぱ歌手ね。はい。あ、アリアナ・ディボーズ。これですよ、これ。ありがとうございます。あ、出た。エナちゃん、一押しのお姉さん。一押し。そうですね。あ、大丈夫。あら、素顔の方が美人さんじゃない？あ、来た。ジュジレンチ、ね。ジュジレンチ。いるのかな？よかったですね、ジュジレンチ。来てるのかね？来てるのかな？あ、これラストのシーン好きでしたよ。ちょっと臭いなと思って。いいじゃないですか。文句言わないの。あ、来てる。いや、デイムですね。デイムって感じだね。優先なんですよね。夫婦よ、夫婦。彼女は良かったんじゃないかと僕は思って。うん。意外と行くかもよ。いや、この人もそんなにチャンスがあると思うのよ。いや、だから夫婦で。意外となんか脇に回ると結構いいんで、使われるんじゃない？あ、これお母さんだよね、やっぱ。そうそう。ピーナッツバターサンドイッチを作ってる。うん。ピーナッツバターサンドイッチって意外とうまいよね。貫禄で実物を見るとすごく貫禄がすごいですね。すごいね。でもあのジェシカ・バークリーって可愛いよ。お、アリアナ・デボーズじゃん、やっぱ。ヤナちゃんの予想が当たった。いや。歌ったですよ。歌った。え、なんかこういう、なんでこんなすごいドレスなの？こういうドレス流行ってんのかな、折り紙みたいな。これでも合わせてるよね、明らかに。彼女撮ると分かってたってこと？そんなことないよね。だからこういう折り紙みたいな服が流行ってんじゃない？しかもね、色がみんな単色で。ね、そうそう。なんかずるずる引きずってる。ドリームプランの方と衣装かぶってます。
ドリームプランの人と一緒だった？衣装ドリームプランもそうでしたっけ？この衣装。いや、同じ？なんかあったね。アンジョニア・エリス。じゃあ、誰が出てもあんなちょうど合うようになってたって。そんな仕掛け。でもさ、キリストによって、同じ服に見えないっていうのが本当なんじゃない？ジュディ・デンチがあれ着てきたら困るけどね、みんなね。っていう感じで。でも映画より全然綺麗だね。スピルバーグ。スピルバーグ大先生。リタモレロの前の役ね。そうそうそう。前リタモレロがやってた役、ね。うん。あの時だってリタモレロもオスカー取ったんじゃない？取らなかった？ノミネートされただけか。わかんないな。取っててもおかしくないけどね。うん。見ないと遅いですよね。勝手に受賞者だから撮ってる。撮ってるね。うんうん、なんかまた撮ったんだ。すごいね。リメイクで同じ役で、うん。なかなかないんじゃない？なかなかないよね、そんな記録。うん、おそらく。リメイクでまた撮るって、うん。リメイクで撮ること自体が結構、っていう感じ、っていうか、多分珍しいと思うんだけどね。うん、特に、まあでも俳優だから。これ赤き青で。赤き青で帰るよね。あ、これスカートじゃなくてパンツなんだ。スカートじゃん、てか袖。ドレスじゃなくて袖だよ。袖、そうなの？袖っていうか、袖からこう垂れ下がって。あ、そうなんだ。これ垂れ下がって。なんかきっと同じデザイナーなのかもね。被ってる感じね。うんうん、でもオスカーで被るとかいうことあるのかな？え、前あったのよ。本当？めっちゃ調整しそうじゃない、こういうの。前、なんかの時に、リース・ウィザースプーンと誰かの衣装がかぶって、うん、だから、すごいリース・ウィザースプーンはなんかずっとやってる間中、上にコートを羽織って、服を脱がなかった。確か、ちょっと違っていたらすいません。なんかそんなことがあったよ、前。だから、それ見ながらむしろ被ったっていう、これを推薦した人はクビだなと思って、そっちの方がそっちの方が気になって、誰が血祭りに合わせるの。本当同じ衣装？同じかどうかわかんないけど、もう同じような感じで、ただ色が一緒っていう意味じゃない？赤ではあった。重要な辞書。重要な受賞とかになっちゃうからね。重要な。何それ？いや、だからもうよく知らない。今、あのお兄さん。この後の賞を裏なうのにみたいな感じ。でも、助演女優賞は別に関係ないと思うな。いや、でもほら、黒人一つあげなきゃいけないって。そんなことないや。そんな別に人種別に分けてるわけじゃないんだから。それだったら日本人だってもらったっていいじゃんね。東洋人もいないよ。全然。俳優賞入ってないよ。うん、まあね。まあだってほら、主演女優賞の全部白人だしさ。女演はもうそうじゃない？まあね。うん。だからなかなかほら、こう、受賞作で全部白すぎるとかいつも言われるじゃん。はいはい。まあ、ここが一応あの、主演。反対にこうやって白すぎるってことは。一応ペネロペ・クルスがいるからいいんじゃない？あ、でも白人枠もう難しいな、そこら辺を考えなきゃいけないけどね。考えなきゃ。あ、でも主演男優賞ウィル・スミスとデンゼル・ワシントン。そうだよ、男優賞男の方が入ってるからね。まあだけどこれでここで取っちゃったから、2人はあ、俺たちのチャンスはちょっとないかなって考えて。まあ正直ね、言っちゃなんです、言っちゃ悪いけど、デンゼル・ワシントンとか、あの人種バランスで入ってんじゃん。町山さんがありましたよ。自宅からじゃん。しかも。うん。せめてレポーターとして行かないのかな。
あ、だから、あれは言ってたから。あ、だからこういうことができないからじゃない？ん？だって普通にもう、あの、やってたじゃない、レッドカーペット。もう。やってたけど、あれは小西くんがやってた。あ、いやいや、まあそう、ね。だからまあ、あそこにはね、行かせてもらえないんで、いつもその、なぜかアメリカから、あの、日本に来て、わがわがのスタジオに出てた。そうだね。そうそう。で、なんでって言って、アメリカに、アメリカにいる人間がリポーターしなくて、なんでわざわざ日本に来ちゃってんだよって言ってたんですけど、とうとう、まあ、自宅からになっちゃいましたね。だからほら、サンフランシスコに住んでるからね。いや、それはそうなんですけど。小西くんはロサンゼルスだから。ああ。まあ、適材適所ってことですね。そうです。ちゃんと。場所は重要ですよ。あ、ね、あ、次は音響賞、撮影賞。はい、お、撮影賞。撮影賞は誰ですか？撮影賞は音響賞はおそらくデューンです。はいはい。まあデューンがなんかいろんなそういうの持ってきそうでね。そうそう。あの技術部門はね。技術部門は全部デューンが持っていくと思いますっていうか持っていってほしいです。そこでしかもらえるチャンスはなさそうなので。なんだっけ、音響賞？音響賞と撮影賞。音響賞がベルファースト、デューン、007、カー・オブ・ザ・ドッグ、ウエスト・サイド・ストーリー。あ、ウエスト・サイドもあるからね。ああ、そうね。で、撮影賞が、デューン、ナイト・メアリー、カー・オブ・ザ・ドッグ、マックベース、ウエスト・サイド・ストーリー。あ、でもなんかが撮影賞、このグレイグ・フレイザーって人が何かの賞で撮ってたから。ああ、まあ、デューンですかね。デューンかもね。デューンかウエストサイドストーリーかな、僕見た。まあまあ、マクベス、悪くないけど、撮るほどとは思えん。この人誰？え、あの3人組の人でしょ、最初。あ、そうなの、うん、あ、お洋服が変わったからもうわかんなかった。何何呼び出されてんの？え、このお洋服は何なんですか？シャラメ？え、シャラメ君の下は、え、は、これ、ね、呼び出して何をしてるの？え、誰？あの赤い人誰？あ、赤い人はシャンチー？そうじゃない？え、シャンチーだった？他に出てきそうな人もいない感じかなと思って。うん、何をやってるんですかね、なんか。だから順番に人を呼び出して、舞台に呼び出してますけど。なんかよくわかんないな。うん、え、ちょっとな、あのティモシー君のお洋服が気になって仕方がないんですけど、え、あの上は何も着てなくって、あの短いジャケットを羽織ってるだけ。そうそうそう、それいいんですかね。セクシーな感じでいいんじゃないですか。あ、え、どう。いやほら、彼は結構いつも衣装に凝るじゃない。最初コールミーバイヤーネームの時なんか上から下まで真っ白のスーツで来て、かわいすぎるとか思って何度も見たぐらいなんで。いや、あ、シャンチーだよ、やっぱりね。なんか 俺のイメージとしてはあんな感じだけど。シャンチーちゃん。いやいや、シャンチーじゃなくて。え、何が？シャラメ。シャラメ、大体こんな感じの。チャラいやつ。チャラいやつ。チャラいやつ。シャンチーって本当さ、なんでいつも奈良さんに分けてんだって私は言いたいわけよ。え、今も7、3じゃない。それで結局何だったの、この人たち。よく知らないけどさ。呼び出されて。なんかこの人、そのヒーロー映画で7、3のはめ込みヒーローがいるんだろうかと思ったわけ、シャンチーの時。イネージ。そしたら、その後、あの、ネットフリックスなんかホラーシリーズに彼が出てたの。うん、お、シャンチーだと思って見たら、なんと、その時も7、3だった。アクアマンが出てるよ。これ何なの？アイハブノーアイディア。何なの？セクハラ。
いや、これセクハラだと思うんですけど、それは普段やられてることをやってやるぜっていうことなんですか。いや、わかんない。あ、この2人あれか、デューンね。で、プレゼンターでしょ。あ、ケビン・コスナーも来てる。ひどいね、ノミネートされたことあるっていう。ジェイソン・ママにそれ聞くって感じだよね。でも女子ブローリーも飲みされたことあった？なんかあるじゃん。なんかあるんじゃないとか言って。まあ、なんかありそうだね。なんかありそうだね。あるある。多分。あれかな？ショーン・ペンが出てたやつかな？あのほら、ゲイのフランス、サンフランシスコの市長の映画。名前が出てこない。ハーベミルクのやつね。そう、ハーベミルクのやつ、うん。あ、ミルクっていうタイトルじゃなかった。うん、それこそ。これね、音響ショー。いや、まあ、音響はデューンですよ。まあ、合うしてる。音響はデューン。ジョシュ・ブローリンはミルクで助演男優賞のみネート。ほら、当たった。素晴らしい。素晴らしい。一番よくわかんない、パワーオブザドッグね。まあ、これデューンだよね、やっぱね。うん、デューンです。普通に考えて。普通に考えてデューンです。あ、もう言ってんの？もう決まったの？え、早いね。あれ？誰がもらったの？あ、やっぱデューンです。え、なんかあまりにも、なんか、ドラマがなかったくない？なかったよね。え、なんか、いつ決まったの？あら、あら、デューニー、ウィルヌーブ。てか、せっかくデューン組出したんだから、デューン組が渡すところを盛り上げるんじゃないの？だよね。普通は。いつの間にか持ってたよね。何今の。何なの、一体。いやー、また技術のワーナーだよね。常に技術賞はワーナー。だってバットマンの時だってさ、うん、ダークナイトの時だってもうみんな技術しか取ってない。技術わけはみんなね。え、なんでこんなのが突然出てくるの？30周年記念ってホワイトマンキャントジャンプ。だからって感じだけど。1992年？1992年。今の？え、何の30周年記念？今のホワイトメンキャントジャンプ。これ監督さよならゲームのあの人じゃなかった？それでウディ・ハレルソンを出してくるの？え、私好きなんだけど。え？アンダーファイヤーの脚本書いた人。もう出てこない。出てこない。まあそういうのは出てこないもんですよ。違うかな。でも彼が出てないわけ。そんなにトリビュートされるほどヒットしたかね。ハードプレイだ、日本語タイトル。あ、そうそう。ロンシェルトン。ロンシェルトン。もうそれはロンシェルトン大好きなんです、私。うん、ほら、ポーリン・ケールがアンダーファイヤーもうちょっとこう評価された方がいいっておっしゃる通りです。でも、さよならゲームが大好きだった。あ、ケビン・コスナーが今来てたしね。サンダルゲームね、よかったね、うん。ブルダラム。そう、あの頃の映画ってもう全部変な放題ついてるから、放題がわからないんだよな。なんでブルダラムがサヨナラゲームになるんだろう。それはありますね。え、ウェズリー・スナイプスってなんか、ウェズリー・スナイプスって税金かなんかで出られなかったんじゃなかった？なんかね。なんかに逃げてたよね、うん。じゃあ、よくなったのかね。それ言うんだったら、まあ、リアレルスも、ね、いろいろ。あ、そう、うん。でもほら、ニコラス・ケイジ、まあ、もうやめた、もうマリファナやめたからいいのか。ニコラス・ケイジの誰だよ。ようやく借金を。借金返したんでしょ。完済したって話だよね。そう、よかった。だって自己破産じゃなくて、完済する方を選んだって偉いよね。マクベスはね、結構良かったと思うんですよ、私。何が？ん、マクベス。ああ、撮影。撮影はいいよね。うん、まあ、撮らないと思うけど。でも、デューンだと思う。デューン。あ、ノミネートされたことあった。
いや、ウディ・ハレルソンもでしょ。うん。いや、ここで引っ張るな。くだらない。やっぱり言うんだ。なんか赤が流行ってんじゃない？今のロージー・ペレスも赤の。あ、よかった、デューンだ。よかったね。え、初受賞？ブレードフレイザー。初受賞じゃん？違う？うん、そう言ってる。うん。あんま知らないもん、この人。だっていつも、あの、ドゥニー・ヴィルヌーヴって、ロジャー・ディーキンスか、この人多いから。まあ、この辺は無難な線ですかね。うん、よかったよかった。よかった。はい。でも、デューン頑張ってほしいです。マキさん、デューン好きなんだっけ。だから、3度見てようやくよかったです。3度見なきゃよくないんだって。まあ、みんな、その、なんかね、あの、あれで、大画面で見たら、IMAX で見たらよかったっていう人が結構多くて。あ、そう。あの、音響とかね、すごいちゃんと計算してやってるから、IMAX で見る。それ砂漠、それこそデューンに自分がいるような感じになれるっていう。まあ、それにやっぱしてかってる音響と撮影。音響と撮影。素晴らしいです。確かにね。短くしたいって言うけど、結構長く喋ってません、おじさん。本当だ。なんかまた同じような、これも同じようなドレスだね。同じようなドレスだね。流行ってんのかな。なんかこうずるずる引きずってる感じね。ずるずるゴージャスな感じが。ちょうどあれじゃないの、あのソーシャルディスタンス取れてちょうどいい感じ。それいいね、確かに。ソーシャルディスタンス。え、最初は何、これこの音響とか技術的なやつをもうまとめてやっちゃうとか言ってたの。ダイジェストで編集して。うん、1時間でやるって言ってたんですけど、うんうん、でもスピちゃんたちが反対した。それはそうよね、役者なんかいつも出てくるからいいけどさ、そうそう、こういう人たちこそ出てほしいよね、うん、あ、こんな顔だったんだって思うじゃん、うん、ね、役者なんかいつも見てるからいいよね。どっちかっていうとどっちかっていうと別にいいやみたいな。だってほら、去年だってアンソニー・ホプキンス来てなかった方が印象的だったわけじゃん。なんかこうやって見ちゃうと、ダイジェスト見ちゃうとつまらないけど、意外とあのアラキスでのシーンとかが、うん、あの IMAX とかで見ると意外といいってことね。そうそうそう、きっとそうだよね。私は IMAX で、え、なんで IMAX で見なかったのかな、見る予定だったのになんか見られなかった。だからみんな3回もワーナーの試写室で、試写室3回見たの。それはそれで結構珍しい。いろいろなんかあったんですよ、見に行かなきゃいけない。そう、まあ、すみません、俺正直劇場で見てないので。何今度は。え、今度は。これ何の？エフェクツだ。ああ、ね、きっとこの。そう、まあ、そのラインナップはそうだよね。うん、だからほら、シャーティの。七三分けのヒーローが出てた。視覚効果賞。うんうん。まあ、これデューンですかね。これもデューンですね。うん、デューン、デューン、フリーガイ、ノータイムトゥダイ、シャンチー、スパイダーマン、ノーウェイホーム。うん。うん、まあ、デューンだね。デューン賞。というか、デューンはもらってほしいです。いやいや、どうも。あれ、もう40分もやってんじゃん、これ。結構のんびりしたペースだよね。早くやってよとか。いやいやいや。こんなもんかな。結構さ、今ちゃんとプレゼンターからもらったのに、なんで音響の人はね、それかもなかったの。ね、
5人もいたから、5つ賞を持ってくるのに忙しくって、いちいち上げてる暇がなかったみたいな。それ食べてた。これ何の？あ、これ、あ、あんの？まだ、あ、水がある。よいしょ。おやつ食べながら。うん。資格国家省とかなんか言うことあるの？何喋ってんの？全部に賞をあげたい、全部に賞をあげたいという気持ち、その通り。パーフェクトね、パーフェクト、あ、リューンですよ、まあ、リューンっていうか、正直さ、はいよ、まあ、リューンとか、まあ、あの007とかぐらいの規模になったら別だけど、それ以外の映画って効果賞とかだいたい同じぐらいの、このぐらいの効果使ってるよねって感じじゃない、今や、うんうん、ジャンル映画だったら。あれ、このドキュメンタリー賞とサブジェクトになった、意味がわかんない、どういうこと。これ結構実はネットフリで見れたりするんだよな、3本ぐらい見れたでしょ。すみません、私も見てはいないんですよ、いないんですけど、結構ネットフリのおかげで絶対見られなかった短編ドキュメンタリーとか、なんか見られる。あ、もうもらってるよ。え、嘘。短縮？これがまさに短縮ってこと？うん、もうもらっちゃった。だから別撮りかな。今 作品をこうやってる間にもう あんたよって言われたのかね。っていう感じだよね。うん。しかもこの東北時代も編集されてない、そんなことない。あ、テネスコロナ開発したんだ、よかった、来てた。なんか私こういう人たちがすごい喜んでるのを見るのが楽しいよね、うん、そうそう、うん、心温まるよね、頑張ったなって。一緒に一度の晴れ舞台だからね。そうそうそう、本当作ってよかったって思うよね、こういうの。出たよ、こうだ、こうだ、こうだね、映画作りとはこうだ。そうなの？いや、知らない。こうだ、愛の歌ってすごいタイトルだよな。現代はこうだだけだったって、うん。いや、私これはマーリー・マトリンだって全然気づかなかった。うん、ああ、そうね、うん。こういう役といえばマーリー・マトリンっていう。全然なんかあんな、ヤヒな感じになるとは思わなかった。左のお姉さん誰？右のお姉さんはあの子だよね。左誰これ？そうそう、ジェイコブ・エローディって何者？何出てる人だっけ？ジェイコブ・エローディ。名前は知ってる？え、名前知ってる？うん。みんな一斉に。ああ。ハイエースオブカリビアン、最後の海賊。え？今言ってくれてんの？え？ハイエースオブカリビアン、最後の海賊とか、そこ知れぬ愛の闇。これアマプラ。何してんの？キスから始まる物語。など。など。全然タイトル上げられても、全然わかんない。映画では見てないな。テレビドラマ UFO リアっていうのを出てる。あ、それあのゼンデイヤーと一緒に出てるの。それでもしかしたらあれなのかね。なんかアマゾンプライムかネットフリックスなんじゃないかな。そういうのなんとか見てない。スターチャンネルとかで放送された。そうですね、ゼンデイヤで。
え、何だったの？何が撮ったの？名古屋城。何？デューンでしょ？違う？名前言われてもわかんない。いや、でもデューンチームじゃないんじゃない？違うのかしら。言うんですよ、ほら。素晴らしい。もう予想通り、技術系はデューンが。技術だけ。もう素晴らしいですよ。映画を支えてるのは技術ですよ。あれ、右の人はウィルディウムの奥さん？なんですかね。シャラメの今の抜かれ方。だってデューンのポール・アトレイディスなんだから。誰だ？あ、ほら、あと2人いるよ。うん、ああ、残念。切られた。残念、かわいそう。ダンケシェンって言ったね。女優なのかな、映画には出てます。これっていつもどこでオンエアしてんの？どこのチャンネル？何が？私たちも全然知らない。トニー・フォーク、ショーン・ホワイトって名前なんか聞いたことあるような。ショーン、いや、ショーン、この人たちは何のプレゼンターなの？ショーンってやったらすぐショーン・ホワイトって出たところを見るとみんな調べてるのかな。スノーボードの選手だって。あ、やっぱりそうなんだ。やっぱあのショーン・ホワイトなんだ。ひょっとしたらオリンピック選手？オリンピックの人たち？冬季オリンピックですか。そのオリンピック自体に興味がないから、ましてやね、その背広着て出てこられた日には。あ、ちょっとほら、これはいいんじゃない？これはいい、ちょっと見よう。あ、007の60周年。うん。あら、いいね。しかも曲が、リバンドレッドダイ。うん。ウィングスだ。あれはゲルト・フレーベだね。やっぱこう派手なシーンになると昔のになっちゃうんだよな。うん、そもそも見たの、やらちゃん。一番最後、この前の。ノータイム・トゥ・ダイ、うん、見ましたよ。もう全然ダメだった。あれはね、俺もやめてほしいと。やめてほしい。私ね、ボンド顔で一番好きなのはダイアナ・リッチ。ダイアナ・リッチいいですよね。いや、本当ダサくてはこのことだと思った。だよね。私もね、前ので終わったらよかったんだよね。っていうかさ、ボンドはみんなのものなの、ブロッコリーのものなの、お前のものにするんじゃねえよって感じだったよね。ダニエル・クレイグのもんでもないし。そう、初めてじゃない、自分のものにした人って。うん、
なんかこうボンドのキャラクターと他の役者ってみんな距離感が保ってたけど、うん、彼だけ保ってなかったよね、うん、でもなんかそれは私はねやっぱ敵がいなくなったからだと思うんだな、まあ、それ自分の過去と向き合うしかなくなっちゃって、もうちょっと頑張ればさ今度はロシアと、まあ、今はね今はねじゃないけどさやっぱほら冷戦が終わったらもうね、まあまあでもだからまあっていうかでもそれでもさ、せっかく頑張ってスペクターとか作ったりしたわけじゃん。作ったね。あそこまで良かったんだから、スペクターを頑張って作ったところまでは、俺ちゃんと昔のもんでやろうとしてんじゃんと思って、俺結構あれは評価してたんですけど、それが結局なんかね、すごいしょぼい話になっちゃったんで。そうなんです。それが良くない。本当良くなかったね。なんか私ちゃんと劇場も行ったんだよ。偉い。すごい落ち込んで帰ってた。一番好きなのは女王陛下の007が一番好き。みんなからママ子扱いされるけど。そうなのよ。全然いいと思ったけどな。いいよね。うん、てかあのくらいのその今じみじみ言われたけどさ。あのね、地味さといい、今から思ったら全然地味じゃないもんね。今の地味さと来たら本当に。あ、でも結婚式あげるのあれは初めてだったんだっけ、うん、そうそう。後にも先にもね、うん。結婚した瞬間に死んじゃうけどね。そうそう、ダイアナ・リップちゃんが。うん、あ、でも、あの後だから、あれがで、なんだっけ、日本に来て結婚してるから。あ、浜見えた。うん、二度死ぬね。そうそう。うん、ここまでデューンが6部門を受賞してるらしい。そんなに技術だけね。まあここまでじゃないですか。あとメイクアップがあるか。あとコスチューム取るよ。コスチューム取る、うん、コスチュームって箱に何かいた、わかんない、なんか時代劇から美術は、あ、美術ね、これだったらそうじゃない、まあそうね、これ取る、まあ、ヤナちゃんのナイトメアアリーっていう説も なきにしもあらずだけど、衣装デザイン取りそうで知らない。そうね、技術も取りそうだな。だからまだまだ続きますよ、うん。ほら、みんな無視しないでねっていう。ああ、長編あるよね。あら、ない。入ってないじゃん。あ、失礼しました。入ってなかった。あれ、入ってないの？いや、知らん。入ってないね。失礼しました。私、勘違いでした。ガーレと竜の王国って何？ああ、それディズニーですよ。ディズニーなんだ。うん、つまんなかった。だからこのラーヤと、私なんでノミネート、あれ、あれどこ？短編、長編アニメ。あれどこにある？長編、あ、私きっとラーヤと竜の王国をなんだっけ、細田守作品、細田守のなんて言われ、え、竜とそばかすの姫の読み勝手に脳内変換したんだ、竜だから、失礼しました、すいません、そんなもんか、え、だからこれミラベルと、あ、うん、だからここら辺が全部ディズニーと、ここがミラベル、あの夏のルカ、ラーヤ、そこら辺がディズニーとピクサーです。うん、ラーヤはディズニーだった。あとはちょっと見てないので、よくわかんない。いまいち燃えない感じ？1ミリ。っていうか、やっぱりジョン・ラスターいなくなって、ちょっとね、やっぱダメだよね。もう全然ダメになっちゃったよね。なんかこれから暗黒時代が訪れるんじゃないかみたいな感じです。だからやっぱジョン・ラセターのパワーっていうのはすごくあったような気がするね。それで今ジョン・ラセターってあれしてるじゃないですか、あのスカイダンスでアニメ部門があって、今そこでアニメ作ってるんですよ。でそこにかつてその
ピクサーとか辞めた人がみんな集まって今結集してて、うん、きっとそこがいいアニメをいっぱい作るようになるんじゃないかね。でまたディズニーに変われてる。いやいや、そこはアップル TV なんで、もうそれは絶対ない。いやいや、もうディズニーアップルごと買うんじゃないかと。いやもうこの際ワーナーも買っちゃえばいいのにと思ってた。どこはディズニーが、うん、やめてよ。じゃあ、だからそうするとあそこのハリウッドの持ちがディズニーって変わっちゃうんだよ。いや、でもそしたらじゃバットマン対スパイダー、あ、スパイダーマンできないのか。スーパーマン、スーパーマン対キャプテンアメリカとかできるからさ。なんか知らない人がいっぱい出るね。プレゼンテーターかなんかわかんないけどさ。今のお姉さんも知ってた？誰？いや、誰って今出た。見てなかった。なんかいろんなお姉さん知らないよね。知らない。全く知らない。一応多様性じゃないですか。これが、うん、多様性の担保ってことじゃないですかね。知らない誰？知らない歌手じゃない、もちろん歌手。え、これ何の映画？ラーヤ、え、ローヤ？え、このラーヤと竜の王国の？の主題歌歌ってんじゃない？うん、主題歌賞にノミネートされてんじゃない？あ、ミラベル、ごめん、ミラベル。あ、ミラベル。ミラベルって魔法だらけ、ね。見てねえっすね。私も見てない。見てないの？うん、なんだよ。やる気なし。うん。まあそうだよね。思えないよな。なんか長編アニメ映画賞ってさ、うん、あの、なんかアニメを、うん、なんだろう、急激に盛り下がってるっていうか、その賞としてクローズアップされるようになってから、うん、急激に盛り下がってない、うん、でもそれを仕掛けたのはディズニーだよ。いやいや、そう、ディズニーが、やるようになってから、うん、あの、なんかそれ以前の方、そのなんか、あ、ピクサー賞とか言われてた頃の方が全然いい作品があった気がするんだよね。ピクサーがしぼんじゃったからかな。あ、でも今じゃない。え、千と千尋もここでノミネートされて取ったんじゃないの？そうそう。うん。まあでもあれとかも、そう、矢野ちゃん的にはそうだけど、世間的にはあの穴行きとかがあったから。そうか。全然あんなもんで。そうそう。あんなもんで。まあだけどディズニーが働きかけてアニメ部門、長編アニメ部門作って、うん、もちろんそれは自分、あのほら、その前の年かなんかに、美女と野獣が作品賞にノミネートされたから、まあでもほら、作品賞にノミネートされたことはすごい名誉なことだけど、取るとは思えないじゃん。うん、だから、このオスカーに働きかけて映画賞を、あ、長編アニメ賞を作ってもらったんじゃないかね。まあまあそうですよね。確かね、うん、そしたら一作目撮ったのがシュレックだったっていう皮肉があったって感じだよね。まあでもいつの間にかあのドリームワークスのアニメーションもね、あ、そうね、なんかこう、しょぼーんってなってない？うん。で、ほら、アイスエイジとかやって、スカイ、ブルースカイ、はいはい、あそこも結局ディズニーと一緒になって潰されちゃったんじゃないかな。うん、そうなんだよ。全部、なんかほら、なんかこれ。この真ん中のお姉さんのまたお洋服が、ま、みんな似てんお洋服だ、ね。なんかね、足を出してくるのが、ってか、水着みたいな服着てるじゃん。水着みたいな。これ左のお姉さん誰？ビリー・ジェームズ、ナオミ・スコット、ハリー・ベリー、ハルベリー。え？ハリー・ベイリーよ。ハリー・ハルベリーじゃない。ハリー・ベイリー。ベイリー。誰？知らない。ビリー・ジェームズは知ってるよ。シンデレラだけど、なんか顔が変わったよね。なんかね、変わったっていうか。え、どうしちゃったの顔？なんだろう。化粧が変なの？なんか化粧だよね。なんか違う手入れしちゃった？違う。まだそんなお年ではないと思いますね。でもなんか、なんかちょっと変だよね、顔がね。顔が変。なんか髪型が良くないのかな。
ほら、多様性の映画だ、ね。これなんかすごい評判いいよね。はい、見てないけど、フリーって、はい。これどっかで見れるの？ネットフリックスか、なんかで見れるのかな？ネットフリーなんかあった気がするけど、これだったっけ？短編アニメだったような気がするな。あ、短編か。あの、ほんと、ラーヤと竜の王国か。これはひどかった。なんか気持ち悪いね。気持ち悪いとか言ってフリーじゃない？フリー？なんぶたらく。違った？何て言った？何て言った？いや、わかんないっす。女性監督？あ、このノリは。これはミラベルだ。ミラベルじゃないですか。この人たちのノリから言って。ミラベルだ。ミラベル撮ったんだ、見てないな。あの、なんか、あの、刺繍入りの人、前に。ドレス。ズートピアの監督？ああ。うん。だけど、もう一個相棒がいて、おそらくそっちの方が、すごい良かったんじゃないかな。この女性は、コスプレしてきてるの？ちょっともう、こういう、もっと、この人に合わせた主人公のも作ったら書いてますから、ね、顔が似てるよ ね黒縁メガネで丸か四角の差だよね。あ、この人インタビューしたことある。ひどい、ひどい。これプロデューサーですよ。あ、そうなの。まあ当然プロデューサー出てくるよね。あのトイストーリーの時にインタビューした。それで、なんかブルースでやったんだけど、うん、それでトイストーリーの4でインタビューして、それで私が、あの話ばっかり、あの、シャイニングの話ばっかり聞くもんだから、この本はそういう本でいいの？この本でそういうインタビューでいいの？とまで言われ、あ、全然いいんです。あ、そうなの？そんなこと聞かないでくれよみたいな感じだったのに、その監督の方はもうすっごい喜んで、終わった後も、ほらほらこの写真見てとか言って写真見せてくれて、それで、これ誰かわかる？って言うから、これ誰なんですか？って言ったら、あの双子ね、シャイニングの双子の、うんうん、もう今おばさんになっちゃったけどさ、心もあったんだって言って写真なんでシャイニングの話もえ、だから、あの、トイストーリーの方にシャイニングのオマージュが異常にいっぱいあるから、え、どうして、なんでシャイニング好きなのあなたたちみたいな話か、シャイニングの話ばっかりになっちゃった、ね、だから監督はシャイニングが好きだからいいんだけど、うん、プロデューサーとしていやそこいいじゃないからみたいな、そんな話されてもねって話だった。でもその監督もピクサーやめた。何なのこれ。じゃあなんでザックスナイダーのジャスティスリーグ。いや、なんかそのヒーロー大集結シーンのをって言ってんだけど、それ何この。エズラミラーじゃフラッシュ。あ、これ宣伝？フラッシュポイントの宣伝。何なの？1って何？え、1位でしょ。何の1位？いや、さっきのさ、アベンジャーズのヒーロー大集合で、その前がスパイダーマン大集合だから、でこれでザックのジャスティスリーグのって言ってから、え、いや、ここでエズラミラーが出てくるんじゃないの？そういうことじゃない？エズラミラーを出すための前振りじゃないのかな？わかんない、よくわかんない、ね。大変なんか皆さんが不安を抱いているフラッシュポイントね。フラッシュポイント？うん、いや、そのフラッシュの映画でしょ。ああ。今度。フラッシュ私結構期待してるよ。結構、ね、あの監督バカっぽくていい。監督好きなの。あ、そうなの。イットの監督だから。ああ。確かイットの監督、はい。名前覚えられない。イット大好きだ。あの年の、うん、おそらくイットの2作目を1位にしたのは私一人だと思う。うん、ごめん、俺2作目見てないもん。いや、もう大好きだった。
それで来日した時に監督が来日して、でもインタビューしたくて、なんかもうウェブに似合わせに来るじゃない、うん、だから某ウェブに頼んで、やらせてって言って、あ、じゃあ勝手にやってください状態で、一人で行ってインタビューして帰ったの。何？助演。助演男優賞。今の何だったの結局、そのヒーロー大集合集は。うん、キアラン・ハインツもらえないよね。キアランもらってもいいと思うけどね。思いますよ、私も。でも大きな壁が。トロイ・コッツァーという大きな壁が立ち上がった。確かに。こちらは、弱者っていうポイント好きだからね。この子はあの子よね、ロードの男の子でしょ。はいはい。なんかすっごいよね。彼も良かったけどね。まあでも、そんなに大したことないんだよな、うん、この映画って全体に。悪くはないけど、うん、そんな大した映画かっていう気がしちゃうな。普通だよね。うん、普通がいいんですかね。だから本当ね、私の周りも、いや、悪くはないが、なぜっていう感じが圧倒的に多くて。みんなそう思うと思うんだ。何なんだろうね。なんであんなに評価されてるのか、本当に不思議なんだよ。不思議だよね。別に欠点もないんだけどさ。褒めるとこもないっていう。これか。これこっちは。最強の壁。いや、まあ、彼は良かったでしょ。それはね。だけど前さ、うん、確かあの映画の時、ゴッツ・エンド・モンスター。はいはいはい。ね。で、イアン・マッケラがノミネートされたじゃん。うん、で、監督、あ、だからほら。フリークスの監督、誰だっけ？え？だからこれはフランケンシュタインでしょ？あ、だから同じじゃない。え、違う。嘘、違う？ジェームズ・ホエール。あ、ジェームズ・ホエールじゃん。違う。え、ジェームズ・ホエールじゃないよ。フリークスはトッド・ブラウン。トッド・ブラウン、あ、え、ジェームズ・ホエールですよ。ジェームズ・ホエールか。あ、この、ジェームズ・ホエールを、イワン・マケランやってて、うん、で、ほら、あれゲイの役だったじゃん。はいはい、うん、そしたらオスカーノミネートされ、主演男優賞かな、うん、にノミネートされて、そしたらそのオスカーの選ぶ時のなんかいろんなコメントが出て、演技じゃないっていうの。芸だから。芸が芸を演じて。芸、ね、が芸を演じて演技じゃないって言われたらどうすんのって思うな。いや、まあね。あれ、昔ほんの10年ぐらい前はそんなこと言ってたのに、今すごい変わった。逆になっちゃって。逆になっちゃって。正反対して。あれみたいな感じがちょっとあるな。言葉を選ばない。いや、でもそれこそあれですよ、マーリー・マトリンが最初にあのオスカー取った時も、愛は静けさの中に、そうそう、うるせえよって話だったんだけど、うるせえよってのはあの静けさの中にとか言ってるけど、マーリー・マトリンの手話がもんなすごい雄弁で、うるさいぐらいだなって映画見てて思ったんですけど。え、映画の中で？映画の中で。私映画見てないの。見てないんだ。だ、人生に関係なさそうだから。関係ないよ。いや、あれの時も、だから、その、老和者が老和者の役を演じてるの、演じて、別に賞を取るってどうなのって言われてたよね、確か。なんかそこら辺はね、なんか価値観がなんか、コロコロ変わるよね。そこら辺はよくわかんない。あの時、ウィリアム・ハートと彼女は付き合ってて、うん、それでオスカー取った途端になんか別れたんだよね。なんで彼は取れて。彼女は取れて俺は取れないんだと思ったのかな。そう、なんかそういう話だ、噂だったよね。ね、噂があったよね。何、これは、あ、いつの間にかアニメーション。え、もう撮っちゃったの？なんで撮ったの？何の作品で撮ったの？ウィンカンちゃん。カンちゃん、メガネかけてる方がかわいい。飛ばされてんのね、やっぱり。あ、つままれてるよね。今なんか言わ、なんかこう、発表あった？発表、うん。発表あった、うん、何々ですって発表。いや、今とか渡されてたよね。もうすでに渡されてた。うん。よくわかんない。なんか、どういうつもりだったんですか？でもライブだよね。ライブだと思う。
なんかすごい、すごいなんかつまんでたな。どういう仕掛けなんだろう。あ、来た、来たよ、ドライブマイカー。どれどれ。どれどれ。すごいですね、作品賞。津軽海峡冬景色。やめて。音楽ノミネートしてほしかったんですけどね。ですね、よかった、うん、石橋英子さん、ファンなんで。え、何あのベストピクチャーをああやってこう一作ずつやってるの、ね、そう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 。はい、つまんだところで音声が乱れた。なんか何かやってた。怪しいことをやってた。まあライブですからね、うん、あれえ、じゃああとがそうか、助演男優の運命って日本のスタジオでやってたんで別に順番ではないのね、うん、順番的にはまた別なものじゃないですか。今度は何？なんか映画博物館？ああ、映画博アカデミー映画。アカデミー。ひょっとしてアカデミーの歴史？うん。なんか一番最初宮崎駿の最初開館の時にやったとかいう話を聞いたような記憶がある。違うかもしれない。これねロサンゼルスにあるんですか？そうじゃない？でもどこにあるんだろうね。なんて書いてる？ロサンゼルス。あら、グッバイイエローブリックロードじゃない？うん。本物？本物じゃん。さすがに。今日9月30日オープンです。うん。あ、ウィズってあったね。いや、あったなってあります。なんだろうこれは。いやオスカー賞を寄付したってこと、うん、もらった人はね。そうなの。そうでしょ。だってここにあるんだから。本物？本物持ったことある？ないよ。私あるのよ。え？誰の？おそらくねアードマンで持たせてもらったような記憶。アードマンの、あのスタジオで、うん、なんかそこに置いててでも持たせてもらった。ちょっと写真撮ってないの？そんな発想がなかった。まだその頃はそんなことはなっていうか、その行った時はまだ携帯とかあったのかなみたいな感じで。で、すごい重かった。びっくりしちゃった。なんか一応ポーズは撮ったような気がするんだけど。どこで撮るそっかな。他に私がそういうのもらえそうなとこってない。持たせてもらえそうなとこないよね。てか、まあ置いてなきゃいけないのか、向こうのスタジオとかに。いや、あるけど、そんな。いやいや、スタジオっていうか、その、仕事場とかさ、相手のオフィスとかに行かないと置いてないじゃん、普通は。だから、きっとアードマンなんじゃないかな。あれ、ちょっと懐かしい。あらあら。懐かしい。あら。シェイプオブウォーター。あら、あの人じゃないですか。なんだっけ、今さっきの。ダーククリスタルだ。今出てきた。遅い。ダーククリスタル。多くですな。いや多くね。何なのこれ。あら、ほら、リックベイカーですよ、今のは。いや、だから今見せてくれてるんじゃない、そのハリウッド博あアカデミー博物館。まあ、いや、そうでしょう。真ん中に。どこどこだ、どこ。赤マンションをちょっと立派にしたみたいな感じの。それ違うと思う。全然置いてるものが違うと思う。あれもでも本物だよ、あそこ。いや、もちろんそうだけど、それはほら、これどの映画だったっけみたいな。このお姉さんが出た。それ去年の。あ、じゃあ、助演男優賞、ね。お姉さん、おばさん。綺麗だよね。うん、
韓国では大女優。あ、そうなの。めちゃめちゃ大女優らしい。ちゃんと英語喋れるとか偉いね。うん、あの、皆さん今回あのブルーのリボンをしてるのは何か意味があるのかな。してるね。ウクライナじゃなくて。なんかほら。我々もしてく。そこ、ああ。そう、去年この人がもらったんだっけ。そうそうそう、ああ、ミナリでね。なんか和むな、この感じ。いや、もう撮ってほしいよ。そう、キャプテン本当良かったんだよな。うん、すごくいいよ。あ、来てた。あ、来てる。よかった。あ、これが大本命。大本命。なんかフランスのオリジナルは酪農農家みたいね。ああ。まあ、酪農はそう。でも、あ、いやいや、なんかあの、漁師だとあんまり耳聞こえなくても大丈夫なのかなっていう気はしちゃうよね。なんかそっちの方がリアリティがあるんじゃないかっていうんで変えたみたい。うんうん、まあでも、そうね、海の上だからね、あんまり。逆に危険ではあるかもしれない。まあね、ブーっとこう、寄ってきたときに、うん、音で気づくってことがないからね。夫婦ですよ。はい、ブルーのリボンは、はい、過去にもアカデミー賞につけてる方いらっしゃったんですけど、うん、言動の自由を守ることを目的にしたアメリカ自由人権協会のサポートを表明するためにつけてるものだそうです。へぇ。私ね、この右のお姉さんが好きなんです。あのお姉さん、ノミネートされてほしかった。ああ。JK シモンズノミネートされることだったかね。ねえ。っていうか、なんか、出番も少なかったしね。そんな大した。いや、なんか全体にさ、あの、なんか、監督に動かされてる感が強い、まあ、その、あの映画自体がね。うん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 、だから、監督脚本でノミネートされなくて俳優がノミネートされてるってのは本当謎で、逆じゃねえのって感じだったけどね。変わったか。面白い。いい。さあ、誰でしょう。引っ張る。え？どうしたの？引っ張って。あ、やっぱそうだ、ほら、喋られない人だよ。やっぱりね。いや、え、そんなショック。っていうか、みんなそう思ってたから、うん、キアラン君も別にショックじゃなかったと思うよ。まあそうね、これが、あれがね、一番。かっこいい。あ、これってこれ。何あれ？これ、あの、なんだっけ、おめでとう。拍手の代わり、拍手の代わり、ね。やってたやん、これ。映画のあれ。うん、知らなかった。いいなぁ。じゃあ、こう下に字幕は出るのかね。え？ああ、そうね。どうすんだろう。うん。通訳つく。喋れたりして、喋れるのかな。いやいやいや、だって別に耳聞こえなくても。あ、通訳だ。通訳つくんですね。
でもずっと、あ、でも、一応渡して、ショー、そうか、スピーチの間、手空いてないといけないから。あ、そうそうそう、そう。だから、彼女に渡したのね。なるほどね。普通ね、渡したらさっさと引き下がるもんだけど。うんうん、面白いな、つい見入っちゃうね、やっぱり。え、詩は、うん、何言ってるか分かんなくてもつい見ちゃうね。あれってやっぱ国によって言葉で全然違うんだよね。違う違う違う。アメリカ手話と日本手話全然違うらしい。そう、それ不思議なんだよ。同じにすればいいのね。世界共通に。まあその。エスペラントみたいな。そうそう。あの、名前とかね。名前っていうか、その、アルファベットを、あの、表現するのがあるんで。あ、そうなんだ。ある、両方あるんだよ。その、単語を表現するのと、うんうん、アルファベットを表現するのと、別々にあって、それを混ぜて使うんで、あ、そう。なんかもうそれは、完全に同じのは無理なんだと思うんだけど、あの、概念の交換は一緒だからさ、あ、まあ、それが共通でもいいんじゃないかと思う。だってなんか感動するとか、割と身振り手振りの感じになってね。私とか。あ、私とかね。あれは、でしょ。結構長いな。長いね。なんか隣の手持ち無さあった。いつあげていいのかわかんない。会場には声入ってる。いや、入ってるみたいよ。会場で声。そうそう、会場で、ちゃんと同時通訳の英語があって今流れて。同時通訳いる時点で彼が取るよねっていうことだけど、まあさすがにそれは、いや、それはで、空振りでも一応、ちゃんとあれしてたんですよ。あ、やってるって。おめでとう、おめでとう。みんなやってる。まあ仕方ない。仕方ないとか言ってる。いいな、おばちゃん、おばちゃん、和むね、この。ああ、韓国のおばちゃんね、うん、いいよね。っていうか着てるお洋服も上品でいいな。いいですよ。これはいいです。あのこう折り紙みたいな服じゃなくて安心するよね。あ、よかったこういう服でみたいな。あ、アメリカ出ました。何だったんだ今。あんだけ出て終わり。一瞬出ただけ。なんなの？これ、こうやって日本が出てるのは向こうできっとコマーシャルやってる、ね。CM タイムだよね。うん、でもほら、ね、これからなんかこういう映画もたくさん作られるようになって、うん、なんかそういうあれが出演の役者としてのチャンスが何でもあるんじゃない？そうね。いやいやいや、もうはい。仕方がない。仕方がない。いいじゃないですか。いいです。っていうか、まあちょっとね、この今回愛の歌自体がそんなにいいか、そうなんだね、まあそれ言うんだったらみんなそんなにいいか、今回の映画みたいな。ちょっとそのさ、話がさ、そのありきたりだよね。ありきたりだし、もうファンタジーじゃん、あんな、うん、なんか歌の才能があるとか言ってさ、またあの、先生がさ、なんでか知らんけど、彼女の才能があるとか言い出すって。私見てる方はそんなあったっけと思うんだよね。なんかさ、ほんと見てる方も、あ、すげえこの人の歌唱力とかって思うんだけど、うん、え、普通みたいな感じ。なんかさ、全然、地味な子が歌い始めたらすごくってみたいな、そういう節がないじゃん。全然ないよね。普通さ、パッと歌ったらすごい上手くて、それで、で息を飲んだら、私たちも一緒に、これはうまいわって思うんだけど、うん、え、私がお風呂で歌ってるぐらいみたいな、それぐらいだから、なんかリアリティがないんだよね。あんなに先生を入れ込むのもね。そうそう、だってそもそも人に聞かせてないわけじゃん、あの歌。うんうんうん、その家族の中では歌え
ないわけでさ、歌っても聞こえないんだし、だから一人でなんかあの湖のほとりかなんかで歌ってるっていう話なんで、それで上手くなるのっていう根本の謎が、あの疑問があって、そこは全く、まあ、それはファンタジーだからいいよっていうことなのかもしれないけど、まあ、ファンタジーだよねっていう、うん、ファンタジーだったら別にね、老和者だろうとかどうでもいいじゃんとか思う。なんか歌に対する情熱すらなかったしね、うん、なんか本当なんかなんでこれが評価されるのか1ミリも分かんなかった1ミリぐらいは私は結構1ミリも分かんない。だから別に普通よ、うん、まあ、普通、うん、普通なんか評価さえ普通に悪くないよって、だから、まあ、普通です。見に行く、これいいって聞かれたら普通って答えるよね。普通、普通です。でもこう感動して泣く人いるのかね。こうだ、うん、いや映画とはこうだみたいな感じで言う人いるのかな。映画はこうだ。さようならにね。私は最悪。これ私は最悪ってタイトルが素晴らしいね。The worst person in the world。 そういう現代なの。そうそのまんまかい。いや、そうなんだけど、私は最悪って言われてもらって。あ、すげえ。これ、ほら、晴れ舞台じゃない今。お、来た？あ、違う、今、外国映画賞って国際なんとか賞じゃなかった？うん、そうです。今から？いや、もう。だからこいつが来たのか。ほんと、シャンチー、素敵すぎるよ。いいね。シャンチーの7さん分け。シャンチーじゃない。シャンチーよ。シャンチーです。シャンチーをやった人。あ、やった人。だからシムジーって名前は覚えてない。はい。え、国際今国際なんだっけ。いや、だからシムジー来たんじゃない。そうだよね。うん、国際映画賞。国際長編映画賞。やったー、ドライブマイカー賞だ。これで私は最悪取ったら本当に最悪っていう感じで。私今フランス語喋ったの？山の近くです。あ、これすごいね、うん、あ、長編アニメと長編あれにノミネートされてんだ、うん、これなんかいいらしいよ。ソレンティーノでしょ。うん、え、それ何の監督。え、ポール・ソレンティーノ、魔王とかイタリアの、結構好きなんですよ。あれで見られるよ、ネットフリあるよね。ネットフリックにある、うん、ヨアキム・トリアって別にラストン・トリアと関係ないんだよね。さあ、およし。だよね。だよね。よかったね。よかったね。よかったよかった。よかったよかった。これいいの。何か聞かないと。お芝居やってあ、短い。え、今これ喋るんじゃない？え、あれ、でも光。
これ通訳さん出てみた。頑張った。微妙な感じがいいことですね。うん、いやいや、だから、一応これ全部やっとかないと。ああ、でも、そうそう、だから、この前のあれみたいになっちゃう。いや、この前は、だから最初に全部やっちゃって、うん、作品したとき言うことがなかったっていうポンジュロが。そうだね。今回もそうなるといいね。いや、そうです。あれね、あのポンジュロの面白かったよ。本人も撮ると思ってなかったから、何を言ったらいいかわからないっていう。まあでもみんな思ってたからね。まあでも今のは彼としてはまあ当然って感じだよね。その次が、監督賞とか、あれは思ってないだろうけど、作品賞。うん、でもやっぱ脚本賞は、ね、とね、可能性あるのかなと思う。うん、脚色賞も結構。脚色賞って何なの？こうだ。あ、でも、まあでもこれ、こうだと順とリメイクみたいなもんだからな。リュウはね、なんか割とロストドーターのあれは高いよね。高いけど、なんかまあ原作も知らないんで。まあその点だってドライブ・マイ・カーも原作知らないから。これは何？リーガン・ホットなんか村上春樹ってすごいやっぱアメリカとかでもね、すごい人気あるじゃない。まあまあ。ね、それで、前、誰かのインタビューしたときに、ちょっと女優さんで名前ちょっとすぐ出てこないんだけど、うん、インタビューしたときに、私、村上春樹の大ファンなのよって、その人が言うのよ。だから、そうなんですかって言って、日本でももちろんすごい人気なんでしょとか言われて、私の周りで読んでる人いないんですよねって言ったら、え、そうなのって言うから、いやいや、なんか人気あるのかもしれないけど、すいません、私も読んだことないし、私の周りでもあんま話題になったことないんですよ。知らなかったとか言って、また違う価値観を教えてしまったみたいな。でもそれは決して嘘ではない。嘘ではない。嘘ではない。何をやってんのこれ。なんか主題歌歌ってるんじゃない。そうだよね。あ、そうか。すいません。なんか聞いてなかったから、なんか喋ってんのかな、ずっととか思って。オーグッドデイズね。なんかえらい長いスピーチしてるな、この人。歌でした。歌曲賞の人ですかね。この人しか知らないけど。知らないよね。映画も知らないですね。あ、この映画ね。うん、Somehow I for good days。 ちょっと待って、あ、これが映画のタイトルか。For good days がタイトル。下が、あれね、そうです、あの歌の名前ね。そうです。あ、そうか。For good days って何、どこの映画？知らない。さっきの。これだけ？ここだけノミネートされてるのかな？うん、それだけ。ルドリゴ・ガルシア監督、ミラクニス。あ、どこに今ミラクニスが出てたのか。フォーグッドデイズっていい日のためにかと思ったら4日間なんだ。あ、4なの。4、4が。あなたのためにじゃ、フォーユーじゃないんだね。うん、あ、4日間。全然知らんな。なんだこれ。何これ。なんかヘロイン中毒の女の人が4日かけてだあの薬を抜くっていう、だそのフォーグッドデイズ。え、そんなヘビーな話なの。このタイトルからは想像できない。あなたのためにかと思うよね。あ、なんでこれ。サポート。サポートウクライナ。ウクライナなのこれ。サポート、スタンドアップ、ウィズクライナーってこと。え、これでショーン・ペンは満足すんの？どうなの？ショーン・ペンは怒りそうで。これでショーン・ペンがね、殴り込んできたら面白いんだけど、それだってショーン・ペンってもう現地入りしてるからね。何でもあの人、
そういう現地入り一番最初じゃない。あ、そうそう。すごいよね。あ、だってウクライナ出身、あ、今のにミラクニスってウクライナじゃない？あ、そうなの？確か。あとほら、あのミラジャボビッチもウクライナでしょ。ミラジャボビッチウクライナ。うん、確かにミラクニスも違うかな。そうなの？違う？ウクライナ。ウクライナだよね。そうそうそう。へえ、本当だ。チェルノフツィ出身。ちょっと今ほら一生懸命画期的だって今ドライブマイカーの話してる。いや、よかったです。いやいや。でも別に外国語映画賞はね、だって送り人だって撮ってるんですからね。確かにね。送り人ってもう謎の映画だって。うん、なんで滝田洋次郎が今の日本のもんで評価されるのっていう謎だった。でもそれだったらやっぱドライブマイカーの方が全然いいと思うよ。滝田洋次郎はやっぱピンク映画のが一番いいんで、あの時に評価してもらわないと困りますよ。ものすごい傑作がいくつもあって。何、すごい評価を語ってる。そう、今あの、この映画のおかげでミニシアターが大変潤っている。まあでもほら前もカメラを止めるなんてだいぶ日本ねミニシアターがノミネートされて、ただそれが続かないのが日本っていう感じ。まあ別にね、いや本当にみんな見てるのこれドライブマイカー、日本で人してんの。ほらベスト10に入ってたよ、このオスカーノミネートされて、その公開からもうほら1月に入ってたから、みんな見て見に行ってんじゃない。あ、でしかも2月、もう今ほらね、あのアマゾンプライムとかでもう配信で見れるから、結構インターナショナルバージョンやってるもんね。インターナショナルバージョンってどうなの、違うの。知らない知らない、全く知らない、ね、でも上映時間はほぼ変わってないような気がする。あ、本当、うん、まあそうだろうね。何かあんのかな、違いは。わかんない、何か違う。英語字幕をつけてるわけでもないだろうし、うん、まあね、いや、なんとなくこのノミネートから言って国際映画賞は取るでしょってみんな思ってたと思うんだけど、まあ冷静に考えたら立派なもんですよね。すごいことですこれは。立派です。立派です。誇らしいです。日本人として。日本人としてどうでもいいですけど、ね。これ衣装デザイン者は絶対デューンだよ。デューン。あの保水スーツがよくできてたから。インターナショナル版はスチルスーツ。水量子が激しくなってるっぽい。え？あの PG12 だったらしくて、日本の時は。え、それをインターナショナル版にしたら整備量が激しくしてるんじゃないかという見比べが起きてます。え、増やしてるってこと。増やしてる。そんなことってある。日本では減らしてる。珍しいんですよ、うん、じゃあそっちが実はインターナショナル版の方が本来版なのかな。そうです。4万カットされてた。エロを減らして。マジです。へえ、知らなかった。すごい。え、なんでリと思われる。あ、4万か。ありがとうございます。4万か。ほら、リザーメットはなんか短編を撮ってたの。短編に。ザ・ロング・グッド・バイだって。え、どっかで聞いたことあるタイトルじゃないね。そうですね。あら、出たよ。あなたのお友達。そう。あれ、やばくない。あの旅に膨れてない。なんか俺見るとさ、あのミーニングオブライフを思い出すってやばいんじゃないかと。ちょっとやばいね。この役できるよね。ちょっとやばいんですよ。衣装でね。あ、今作品賞候補。
いやいや、また面白い服が。いや、やっぱああいう折り紙みたいな服も流行ってんだね。流行ってるんですね。ちょっとこう張りがあって。うん。膨らんでる感じ。ルピタニオンチ。ルース・E・カーターって何やってるんですか？何やってるんですか？でも役者じゃないんじゃない？どうかな。こういう。あんま役者っぽくないって言うんですけど。うん、これで役者だったらすいませんって言うんですね。ルース・E・カーターは衣装を手掛けてるんです。あ、スパイク・リー作品。スパイク・リー作品の衣装デザイン。本当だ。ブラックパンサーで受賞。衣装で受賞。順調。クルエラ・シラノ、デューン、ナイトメアリー、ウエストサイドストーリー。じゃあもう絶対デューンだよ。デューンですか。見てないし、クルエラ。見てない。あ、シラノ・ド・ベルジラック、ちょっと見たことあるんだけど。相性でも別に鼻大きくないんでしょ、この人。だって、背が低い。背が低いのがあれなの、コンプレックスで。うん、そうなってんじゃない？なんかそもそもの話としてコンプレックスで告白できないっていう話が今の時代にはこうどうなのっていう感じになってるから、どんどんわけのわかんない方向に行ってる。いうかな？クルエラじゃん。クルエラだった。オーバンクルガスだ。そう。でもなんか派手な衣装だったし、撮れそうじゃない？見てないから分かんない。いや、見てないけど、ちょっと予告編とかで見た感じ、なんかいかにも派手派手しい感じでね。まあ派手だね。地味か派手かって、派手な方を選んだって感じね。絶対補水スーツの方がいいと思うけどな、私。あ、でも、視覚効果賞とかをさ、上げる流れからいくと、これ地味な方って行きにくいよね。まあ、よかったね。よかったね。よかったね。ユニークイバンって初めてですか？なんか撮ってそうだよね。クルエラデビルはなんか結構面白かったっていう。あ、そうなの？話、私は知ら見てないからかな。ほぼ見る気がしない。もう最近のディズニー実写路線は。うん。あ、でもこれもディズニープラスだけ公開したのかね。したでしょ。したの？うん。でもなんか、ロッテントマトとか見てると点数は悪くなかったんだよ、うん、70何点とか80点近くって悪くなっていうか、今作っていいのかなと思うよね、あんな犬やっていく毛が作るって話を。いや、まだ、まあ、変えてるのかね。変えてるっていうか、別にそれを正義として描いてるわけじゃないからいいんでしょう、うん、だけど、で実際の犬は傷つけていませんし。そうですよ。それ知ってたら怖いもんがあります。いや、なんかもう、俺、リビジョニスト路線が、ディズニーの過去の作品を、タコの足を食うように、実写化とかするの、本当嫌でさ。いや、私も嫌。もうダンボとかバンビとかやめてほしいんですけど。今度バンビやるんだよね。バンビやるんだよね。やめて。人間は悪だって話でしょ。それならいいよ。皆殺しだって言って、バンビが、マシンが前でみんなこうタタタタタ、こんな私の両親を殺したやつみんな殺した。まだ喋ってるこのおばさん。まだ喋ってるって言わないです。ブルエラはアマゾンとかで見れます。もうなんか本当ダンボとかみたいなもんなんか泣きそうになっちゃったね。そうなの。なんでこんなもの見ないんだろうっていう。だから大いなる遺産を自分たちで潰してるような。そうなんだよね。本当やめてほしい。バンビまで手出すのかと思った。今度白雪姫だよ。うん、白雪姫、今さっきのマリアやった子が白雪姫よ。はいはい、誰もやるでしょ、うん、アリエルも。ああ。リトルマーメイド。そうそうそう、もうやるんだと思って。そう。もうやる。リトルマーメイド大好きだった。ジョン・レグイザも
ニューヨークのホテルで子供とご飯食べてるとこに見たことがあって。たまたま取材じゃなくて、いや、その映画の取材に行ったら、そこの朝ご飯食べ行ったら、そこで子供たちと楽しそうにご飯食べてて、あ、いいお父さんなんだろうなってすごい思った。それ以来結構いい印象。別に映画では地味だがみたいな。うん。レクイさんが何が？何だろうね。何喋ってんの？この人もあんま吹けなくない？吹けない。年変わん、なんか全然変わんないよね。あれじゃない、ブルーアイクとかいうから、そのディズニーがなんかのアニメの声をやったんじゃない。ああ、そうですね。歌曲賞ですか、これはひょっとして。もしかしたら、あ、作曲賞かしら。あ、そうか。うん、なんか今年とあのドレスも一色でさ、うん、折り紙ドレスみたいな、こういうの流行ってる。流行ってますね。流行ってるか、まあでも一番定番って定番だけどね。うん、まあ、レッドカーペット見てないんで何とも言えないけど、あんまり派手なのもなかったんですね。ベッキー知らない。こんな色がすごいな。ラテンの森なのかな。そうそう。ね。あれ派手です。ん？これは何？歌曲賞の方？あ、っていうか、歌曲賞の方でやりたくね。曲をこうやってこう、うん、メドレーで。メドレー。歌曲賞。すごいな。この人も太ももを見せて、こういうの流行ってるんですか。なんだろう、なんかこのパターン多いよね。さっきのビヨンセのこの、うん、ちょっと膨らましといて、足は下半身を実際出してるっていう。いやいやいや、30人も見てる。すごいな。え、30人も見てる。うん、30人。ありがとうございます。朝早くからね。朝早くから、すいません。朝早くないのかな。もう11時なのに30人しか見てないっていう。そろそろお昼だ。まあ、それ今日月曜日でみんな働く時間だからね。そうそう、こんな時間からね、我々も働いてるんです。そう、おっしゃる通りでした。働いてるってこと忘れてました。テレビ見て食べてるだけみたいな。なんか余計これ、あの、個人の名前が出ないでキラキラした人がみんなで歌ってるっていう感じのステージングになっちゃってる。なんか、あの、ラテン系への悪しき偏見を加速するようなパフォーマンスって。そうか。あれ、ベルゴーストの主題歌って誰なの？知らんない。え、どうぞ、ベルゴースト。ダウントゥジョイ。うん、歌ってたっけ。やっぱ一番最後に流れたのかね。流れた曲ですかね。クルエラか。ちょっと予想外だったね。なんか町山さんがあんま出てこないね。うん。ね。そうですか。うん。いつもなんかあんまり出なくない？あ、きっとあれだ。メインのショーの時にいっぱい出るんじゃない？あ、まあ、俳優の時とかで呼ばれる、ね。俳優とか作品とか脚本とか。
そうか、もう11時なの？はい、百色賞ですよ、次は。次に来た？次に来ましたよ。さあ、どうだ。なんだよ。なんか、一緒に脚本書いてるのね。あ、もうこれでなんか、車に詳しい子があんなことやったら後ろのシートに穴を開くよとか言ってこれあんなことやったら火の粉がこうやって下に落ちてね あんなことを車好きは考えないで私もあそうって原稿にそのまま書いて書いていいこの人は連れてってもらってないんだね。いやあれ決まってんの何人とか。まああるんだろうね、当然ね。何人までとか。でもほら、脚色賞、他の役者さんたちはノミネートされてないんだよ。もう一人ノミネートされてんだよ。そうだね。まだ別に行こうとか別に普通に行けたんじゃない、うん、それは当然。招待状もらってたら。あ、そうだよね。ノミネーション本人だからね。うん、確かにノミネート、確かにやってる、うん。あ、出ましたよ。お、松山くんがなんか。松山くんが。なんか謎のひげが生やしてるな。なんだろう。え、ひげ生やしてんのあれ。うん。顎の先にひげがついてる。あ、あれひげ。ひげでしょ。なんか下の蝶ネクタイと同化してて気づかない。なんですかね、ロストドーターですか、ね、ロストドーターなんか評判いいよね、脚本のマギー・ギレンホール。ジェイクのお姉さん。うん、私、マギー・ギレンホール、一度、あの、バットマン、ダークナイト、はいはい、の時にインタビューしたんですよ。すっごく素敵な人だった。あんなに、今まで見た女優さんの中で、実物と、スクリーンとこんだけ違うって思ったのは彼女だった。全然実物の方が素敵だった。うん、で、なんかね、その時着てたお洋服もすごい可愛くて、うん、その後、コムデギャルソンだと知って、うん、センスいいなって思った。なんだっけ、あのさ、ロッチ・ケリガンっていう、この間、8年代に撮った映画が、え？この間、そのね、DVD で出た、なんだっけ、クリーンシェーブン。うん、昔の映画。昔の映画。あの監督にさ、あの監督何やってんだろうと思って、これ DVD 出た時に、ちょっと調べてたら、なんかその後、そのマギー・ギレンホールで映画を撮ったら、なんかそれがそのネガにトラブルがあったかなんかで、一本丸々、ジャンクされちゃって、作ったはいいが、誰も見ていない映画っていうのが。てかもう存在すらしてないわけだよね。っていうのがあるとかいう話で、それが結構なんか、すごい大ショックでみたいな。それはショックだよね、普通にと。ショックだよ。むっちゃショックだよ。とか、役者としても、みんな関わった人はショックだよね。それお金どうしたんだろう。保険とか出たんじゃないの。保険は出るけど、保険の問題じゃないよって。問題じゃないよね。作品がないんだもん。それをね、なんかあったとか、なかなか大変な話だな、それと。うん。その他にも何本も映画を撮ってるらしいんですけどね。なんか今回、ジェイク・ギレンホールとマギー・ギレンホールと、ね、兄弟でノミネートされてるね。でも結構なんかインディーズの方ではいろいろ映画出たり、作るのも今回が初めてじゃないでしょ、彼女。監督作、うん、あ、わかんない。初めてなんじゃないか。長編は初めてかな。そうなのか。よくわかんない。あ、違うか。
え、ジェイズ・ディオールノミネートされてたよね。されてなかった、うん、されてないか。私の勘違い。もう勘違いじゃないんだ。すいません。大丈夫ですよ。されてないよ。出てるの。されてなかった。失礼しました。なんか出てんのかな、彼が出た映画に。ないよね。ないと思う。え、でも今さっきいましたよね。え、いたいた。なんでいたんだ。なんだ、この、これプレゼンターで出てくるってこと？あ、じゃあ15イヤーアニバーサリーなんで。アニバーサリーもクソもないだろうって気がするんだけど。まあね。でもプレゼンターでしょ、多分。え、誰が？え、あの、あっちだよ。ニーファー・ガーナー？え、じゃなくて、あっちの脚本家の方。なんだっけ、あの人。なんかディアブロコーディ。そうそう、ディアブロコーディじゃない。あ、違うよ。違ったね。あ、名前変わったんだ。エリオット・ペイジになってる。男の子みたいになったね、やっぱり。え、この子、なんか手術したの？それともそのままでこうなったの？知らない、全然。あ、知らなかった？あ、この人、カミングアウトして、なんか、確か言われてみれば名前も変えたような話を。なんだっけ前の名前。エレン・ページよね。エレン・ページ。知らんかった。あれ、もう、サンダーバードよ。トレックアップ。キフ・リチャードなんじゃないかっていう気もちょっとするね。マジ。リクリスピじゃない。ないか。あ、じゃあ、脚本賞ね、うん、いやあ。脚本賞は、脚本賞、私たちが。オリジナル脚本でもベルファストなんじゃない脚、あ、そう、ベルファスト。ラキネス。皆さん喜んでください。私のケネスがついに取りました。え、初めて？初めてですよ、ケネス。そうなんだ。なんか、ああ、よかった、嬉しい。監督でも俳優でも、なんでもノミネされそうだけど、ね。だってヘンリー5世以来あんまり引っ張ったりしてないんで、私の中では。ああ、よかった、ケネス。あ、なんかすごい感動してる。まあ、取りそうだよ、うん、先に話して終わった。昔の話だし。長いな。いや、私にとっては短かったよ。またね。もう一個もらったからいいや。当たなくても。なんか自分がもらってほしいのもらえたのってもうなんか前もなかったような気がするんで。うん、嬉しいね。あ、同じ服着てる今さっきとほら。いや、なんかこのパターン多いんだよ。え、同じじゃない？同じ。え、みんな衣装。同じじゃないと思うけど。制服？そんなバカな。そんなバカな。あ、ごめん。黒人の人たちはみんな同じ服着てんじゃない？いやいやいや。え、だって同じだよこれ。あの胸のなんか貼り付けぐらいとか。胸のね、貼り付け、ぐらい。ああいうのってなんかこう貼っつけてんだよね絶対。シールこれ。そうじゃないと取れちゃうよ。取れちゃう。ずれちゃうよ。お二人とも知らない。うん、女の人誰？脚色。あ、これにもしかしたらまた浜口くんが行くかもね。うんうん、どうでしょう。
なんかすごい人気だな、デューン。意外。意外とこれかもね。オリジナル読んでないけど、これかも。これも読んでないっちゃ読んでない。てか、日本で翻訳出てんの？こういうの。知らないです。うん、何？いや、こうだ、こうだ。うん、嘘でしょ。ショック。めっちゃショック。ショック。いや、わかんない。原作読んでないかしらないけどね。原作じゃないよ。あ、フランスの。そう、脚本、オリジナルのリメイク。翻訳しただけじゃない。翻訳しただけじゃない。え？いや、そんなことはない。そんなことはない。なんでアメリカ人こうだ好きなの？好きだよね。あ、通訳付き？でも左の人の方が綺麗っていうこの。あ、でも二人で作ったんじゃない？あ、違うか。シアンヘダーって人が監督さんでしょ？あ、そうなの？そうそうそう。監督と脚色を兼ねてるんだよ。確かそうだったような気がする。でも元女優だったんじゃない？この人。あ、なんかそんな感じで、うん、今回本当に手話通訳が大活躍ですね、少しでね。いやー、なんか、打ちのめされた。なんでそんな、そこまで言うほど。なんかよくわかんない。そうね。長編ドキュメンタリーまだ、これさ、どうしてサマーオブソウル。あ、サマーオブソウルね。まだ喋ってるよ。さっきの、ケネスの時は全然時間を感じなかったから。まだ喋ってるよ、マジで。本当に。こんな感じか。この左の手話の人も映画に関係してんのかね。うん、あ、これこうやって見るとマーリー・マトリンだね、本当。そう。化粧してるとマーリー・マトリンってわかるね。うん、あれほとんどノーメイクだったからね。そうなん。あらまあ。なんだろう、こういうの。こういうことやるわけ。オスカーのコビ、なんかつまんないコビが。だともう視聴率が落ち、どん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 落ちてるから。うん、何これ。あ、今さっき1とか数字書いてたの、これ？そうそうそう、順位順位。あ、なんだ。あ、生田？え？これネット投票かなんかでやったのかね。いや、私おそらくジョニー・デップファンがいっぱい出るんだ。いや、もちろんそうでしょう。いや、もちろんそうなんだよ。ジョニーに帰ってきてほしいから。私だってそうですよ。ジョニーカムバックですよ。ジョニー・デップそんなになんかあれなのっていう感じですよ。そんなにあれって何？いや、そんなになんかそのキャンセルされちゃってんの？だってあれも変わったじゃん。いやいや、あんなの別に出たくないのかなと思って。そういうことじゃないんだ。あんたるよ。出た。出たい。え、あの時のジョニーむっちゃかっこよかったな。そうなんだ。見てないんですよ。見てないの？全然見てないんです。これな、見に行って、これ何本目って聞いて笑われましたから。何本目かすら知らなかったという。で、何1位これ？え？ザックスナイダー大人気だね。まあ、あ、私もザックのゾンビ映画か。そうそうそう。はいはいはい、ネットフリックスのね。やっぱりネット投票でしょ、これ。どう考えても。だからみんなほら、ザックにも帰ってきてほしくて、ジョニー・デップにも帰ってほしくて。うん、で、次はほら、レミ・マリック、ビリー。ビリアリッシュ。ビリアリッシュ歌うんでしょ、どうせ。広大な歌か。ショック。
このコーダの方は何なんだろう。人気だよね、うん。日本はどうだったのかね、ヒットしたのかね。コーダ？うん。ことでもないんじゃないのかしら。あんま聞かないよね、日本ではね。うん、まあ普通にでもこういうのってその感動したい人が見に行ってたりはするから、あんまりその話題になるならない別としてね、うん、一定量の露出があったら一定量の人は見に行くからさ、こういうの見に行くと絶対いるから。うん。そうね。絶対いるよね。うん、だからまあそこ手堅いヒットではあるんじゃない？ひどいこと言ってますけどね。冷静に考えてね。うん、いやまあそれだったらまだロストドーターの方が良かったな。だって一度映画になって焼き直されてるわけだから、うん、活字から映画にするのと違うからね。全然違うもんね。うん、そこの苦労は全然違うから、なんかそれで、そういう意味で、この映画がどうのというよりも、苦労のことを考えたら全然違うような気がする。まあわかんないけどさ、こうだっていうのがそもそも、なんか原作があって、なんかあったのかちょっとよくわかんない。まさか適当なこと言うなって言われそうだよ。あ、すいません、ありがとうございます。あ、こうだ？こうだ、1億9000万ぐらい。まあ、いいのこれ。いいんじゃない？インディペンデントで、あ、ね、ミニシアターでその数字は、きっと悪くないよね、うんうん。ありがとうございます。そうか。あら、何？まあ、やっぱりでも、あれだよね。アーロン・ソーキンがノミネートされないのだけ謎だよね。本当に謎。でも嫌われてるの？やっぱり嫌われてるんじゃないかって気がするの。オスカーに。でもだからソーシャルネットワークの時はノミネートされてもらったんだよ。うん、そうそう。だからあれなんかもし授賞式でなんか粗相をしたのかね。言っちゃいけないことを言ったとかさ。残さないと思うけど。なんか本当不思議なんだよ、うん。なんか一番テクニックを見せてるのな。ね。まあ、ちょっとテクニックを見せすぎて嫌味な感じがしちゃうっていうことなのかもしれないんだよね。なんか脚本のテクニックって映画ってここまで変わるのかみたいなのを彼の映画は常にあるから、うん、まあ、そこがね、なんかちょっと小賢しいみたいに思われるのかね、うん、じゃあお前やってみるよって感じだよね。もうなんかさ、なんか誰かの電気映画とか、電気映画っていうかいろんな人の本、電気本とか読んでて、うん、この人をやってさ、アーロン・ソーキンに任せたらこういう風に作ってくれるんじゃないか、人生を作ってくれるんじゃないかみたいな思うよ、ね。それぐらいこう手癖が分かる、作り方が分かるようになって、うん、なんかその積み重ね方が他の人たちと違うからね、うん、そうそうそう、全然なんか別なあのアプローチなんだよな。そうそう、全然違う。なんかどうやって脚本、こう本読んだ時に、本っていうかまあ原作でも、うん、読んだ時にこれをどうやって脚本に起こすって、なんか最初の本の読み方が違うとすら考える、うん、思うよね。作曲賞、私アーロン・ソーキンインタビューしたんですよ、あれの時にソーシャルネットワークで来日した時、うん、で大変面白かったんですが、うん、次の日バックレたって言ってた。マクさんよかったね、次の日もいなかったんですよ彼はみたいな。そうなのみたいな。ヤナちゃんのリコリスピルザーだよ、大好き。これねブラッドリー・クーパーよかったでしょ。見てないんだ。見てないの。だってなんかいつもねインタビューとかと一緒になって、まだ7月だもんね公開がね、うん、ブラッドリー・クーパーが死ぬほどいいんですよ。でも顔似てるような気がする。すごく似てるような感じがするね。あれ、一番笑うのはあれ、あの、ナイトメアリーの撮影の途中に抜けていったんで。あ、そうなんだ。抜けて何ヶ月か、あのシーンだけ撮って、で、まあ、ワンシーンでしか出てこないんで、うん、その後、帰ってきて残り撮影をやったっていう。
あ、でもそれだけぐらいしか出てないのね。そうそう、まあ、ちょうどなんかコロナのせいで撮影が止まっちゃったんで、あ、空いた時間で撮ったらしい。この人だってオスカー持ってんだよ。いやね、ありえないよね。なんでだよ、いいじゃないの。インドじゃ大スターなんですよ。だってインド人の DNA があるだけでインドで大スターなの。いや、まあ、あの映画には出てるらしい。007はこれからどこに行くんでしょうね。なんかこれかな、やっぱりビリー・アイリッシュっていうところもちょっとなんかしょぼい感じ、しょぼいっていうか、あの元気なくなっちゃうよね、こういう曲でね。終わる、ちょっとダブルセブンなんだからさ、こうもっとこう上げ上げていってほしくない？思うよ、うん、もうなんかまあなんかマスとか見てない人がいっぱいいるからね、なんか言えないんだけど、なんかもういいでしょ、もう1年前には何言ったっていいと思うけど、ちょっとねショックが大きかったね、あれは。なんかあのままサム・メンデスが監督してたらまた違ったのかな。いやいや、だからサム・メンデスがサム・メンデスすごい良かったんですよ、俺サム・メンデスずっとバカにしてたけど、007の仕事はとてもいいと思ったな。あの後なんか知らんけど、あいつに、ね、変わってどんどん、なんとか福永くんでしょ。そうそう、どんどんこうなんかうちに向かってなんかすごい、うん、ボンドというキャラクター掘り下げるみたいな方向に行って、いらねえんだよそういうことはっていう。ボンドはそんなキャラじゃねえんだって、うん、掘り下げたってな。スクリーンのこっちから、こ、いや違うよダニエル、それは解釈が違うみたいな感じになりないよね。サム・メンデスの方が分かってたと思うね、全然。私も分かってたと思う。でもさ、サム・メンデスが彼の過去と向かい合わせたからね。まあ、それはね、あるんですけど。うん、そこは彼が、あ、やべえ、地雷踏んだって、結果的には。なんかね、なかなかうまくいかないもんですね、人生は。なんかまとめちゃって。まあ、でもね、次007誰になるかまだ決まってないからね。うん、うちやりにくいと思うんだよね、次。もうやりづらいよ。だから次、脳天気突然変わるんじゃない？でもまあそうするしかないと思うんだけど、うん、それにしたってちょっとやりにくいじゃん。だから次からもうあそこは分かってるんで、MGM は分かってるから、うん、私はもういっそのこと過去に戻って、あの冷戦時代、60年代舞台に作ればいいんじゃないかなと思う。うん、そしたらいろんな可能性出てくるし、それで、例えば1年に1本ずつ、あそこのアマゾンプライムの映画としてやってもいいんじゃないとか思っちゃう。まあ、あとはしれっとね、昔の役者を、ボンド役者を誰か出してくるっていう。それやらすんじゃなくて、主役をやらすんじゃなくて、脇で、いやもう、じゃあ、俺も年だから、ちょっと任すよみたいな感じで。そういう役で。ちょっと待って、それスパイダーマンみたいな話だったの。いやいやいや、そういうのしないとさ、連続性も持てないじゃん、あんなん作られちゃったら。ね、でも生き残ってる人誰？ロジャームーは一人しかいないよ。レーゼンビーが生きてるかどうか知らないけど。レーゼンビー生きてるのかな？あとあの人だよ。生きてんの。ピアス・ブロスナンしか生きてない。ピアス・ブロスナンいいじゃん。あ、ピアス・ブロスナンと、ピアス・ブロスナン局長かなんかで。ピアス・ブロスナンとあの人。あいつもいいでしょ。あの人。ティモシー・ダルトン。うん、私、ティモシー・ダルトン結構好きだった。よかったよね。ティモシー・ダルトン。なんかもう、ダニエル・クレーム出してあげないよね。もう出さない。あいつはもう出さない。あんなことしたから、からね。ハモン。ハモン。ファミリーからハモン、ファミリーブロッコリーファミリーからお前はハモンだ。確かに絶唱してるな。なんか最近の音楽ってなんかメロディーがよくわかんない、ついていけない。なんか口ずさめない曲が多くない？まあね、特にあのアメリカはラップを通過してるから、そういうあのメロディーじゃなくて、こうね、なんか言葉の方ね。
この人よく見る人よね。何屋さん？何屋さん？女優。女優さんなの？次は何？主演女優賞を振り返ようだって。え、振り返る？ニコール・キッドマン。でも多分次はそれよりも作曲賞とか編集賞とかじゃないの、おそらく順番的には。編集ね。これどうなるんだろう、パラレルマザーってこれで日本財界公開するのかね、まだ現代とか。ねえ。ね。まあでも正直、はい、まあ取ったらやるだろうけど、俳優賞だけだと。これ別に監督はあの人じゃないんだ。ん、あの、スペインのあの、アルモンドバル。アルモンドバルではないんだ。アルモンドバルじゃないの？アルモンドバルなの？あ、似てるね。いつも首を女にやってたの彼は。いや、どうなんでしょう。いつもなんかこんな感じよね。なんかね、ほら、うん、あれ癖なのかね。まあ、多分こういうの絶対に、ね、ちゃんと研究してた、ね、研究してやってるからね。大体必要以上に誇張してやるもんだから、まあ、うん、そういう。なんかそうするとね、ほとんどサタデーナイトライブみたいになっちゃうんだけど。評判いいですよね。評判ね。彼女の評判、私は彼女好きなので頑張ってほしいです、ね。クリステン・スチュワート。うん。ブラッド・クルスは別にどっちでも。どっちでも。あ、でも配給キノフィルムズって書いてあるよ。あ、そうなの？うん。ああ、じゃあやるんだ。なんかキノフィルムズ木下コンみたいな。なんか木下コンみたいな。なんかその。そうじゃない？一時のギャガみたいな勢いで大量に買い付けてるっていう。え何なんか言っちゃいけないこと言った俺。そうね、はい、いや、知らない。そうね。なんかもうカンヌに出てる映画全部買うぐらいの感じで買ってたとかっていう。あ、そうなの？この間買ったの。なんかかかった映画やってたっけ感じ。え、知らないですよね。数年前の話ですよ。私、ジェシカ・チャスティン。ジェシカ・チャスティン。これなんでフェイの瞳なんだろうな、ね。言ってたよね。うん、まあ、あの目強調してるから。あのでも、なんであんなに目を強調するような人生を送ったのか、それがよくわからなくなかった。っていうか、よくわかんない。あの人が何だろうかよくわかんないわ。最後まで。うん、なんかよくわかんない、ね、だけど、なんとなく、パワフルだったことは確かで、じゃあ、あの映画で見どころどこだったら、彼女の演技しかないな。まあね。カンちゃん、これでカンちゃん撮ったら私結構嬉しいんじゃない？もう編集してる。え、もうもらった？日本で飛ばしたところ、これ日本で放送してなかっただけ。じゃあ今さっきあの人に喋ってるのがどうでもいいのに ね、なんだそれ。ひどい。編集者デューン、あれいきなり。また銃デューンだ。昔はさ、編集賞を取るとさ、作品賞いくつか話だ。あれあったんだけどね。もしかしたら行くかもよ。行くか、どうなんだ。でもこれただ、ほら、続編もあるからね。あるから。何評価されるかな。編集賞ね。ほら、もう、技術部門、そうなめです。おや、出たよ、エナちゃん。どうですかね。取るといいな。ちょっとやっぱ、パロディっぽいよね。なんかすごいね。すごい演技がトゥーマッチだよね。トゥーマッチな感じになってる。なんか今のちょっとしたとこだけでも、なんかおばさんすごいことになってるって感じだよね。え、これ今さっきの3人組の2人？
そうじゃない、うん、衣装が出てきて衣装が変わるともう分かんなくついていけなくなっちゃう。スピルバーグになんか渡すとかそういう。え、最後の決闘裁判？最後の決闘裁判、何を言ってんの？何言ってんの？何それ、最後の決闘裁判をバカにしてた。最後の決闘裁判がにアメリカですごい外れた。ああ、大ボケした、ね。大ボケしたんで。うん、そのネタは結構いろいろあちこちで使われているらしい。使われている。あんな面白かったのに。大好きですね。うん、逆いじりでした。なんかよくわかんない。なんかよくわからない。もう完全にその黒人女性だから、何をやってもいい感じになってる。そんな恐ろしくて言いません。いやいや、これがさ、白人コメディアンがさ、たら多分つまらないとか、余計ないじりすんなとか、絶対言われまくると思うんだけど、ね、うん、もう白人男性コメディアンは何もやるなという。あ、ちょっと歯が抜けてるんですけど、まあでも、この人たちもね、大変よね。大変よね。またまとめに入っちゃう。これもう、地下でこんなことやらされてるの、そうそう、かわいそうに。あ、前はここにオーケストラがいたってこと？あ、オーケストラピットに、うん、作ってるのか。だから下に行っちゃってるわけ。なるほどね。ひどくない？ひどいね。うん、え、あれですか、あの、これ誰、あ、クリス・ロックか。ようやく知った人が出た。ようやく出た。ソーシャルディスタンスを避けるって方が、まあ、というわけではなさそうだよね、別にね。わかんない。でもそうじゃない、ほら、カップとか、みんなほら、マスクをしてないからね。まあまあ、うん、だからほら、イギリスのその英国アカデミーでクラスターが起こったから、すごい気をつけたって、うん。あ、よかそうなんですね。うん、だからといって後ろの人たちを席をこう開けて座ってるわけじゃないからね。うんうん、普通に、なんか全てが矛盾の塊っていう感じだよね。普通にクラスターに発生すると思うけどね、これ。うん、するよね。うん、こんだけ人がいればね。しかも誰もマスクしてない。ノーマスクだしね。うん、もう諦めてるのかなと思ってたけど。そうでもないかもしれない。まあ、日本もね、昨日増えたからね、1300人。おう、やばいよ。やばいね。花見のシーズンだっつうの。私、生まれてこの方、一回も花見したことないんで。あ、そうなんだ。誰からも誘われたことがない。だからこう、つらつら花を見ながら歩くっていうのはあるよ。うん、はい、だけど、その花の下で、なんかこう、ご飯食べて、昨日だ一度もない。星が。え？いやいや、疲れない感じ。寒そうじゃんね。寒いです。うん、あれ？これは何が？そう、今度は何なのかしら。長編ドキュメンタリー。長編ドキュメンタリー。ドキュメンタリー。これクリスロスが出てきたサマーオブソウルに決まってんじゃねえっていうか。あ、そうだね。長編ドキュメンタリー賞です。え、デキレースなの？いや、そんなことはない。あれ、これもフリーって入ってるよ。ん？フリーってこれも入ってる。フリーすごいね。さりげにすごい。うん、中国のでしょ？中国の映画？いや、中国の今の産業のドキュメンタリーみたいな。あ、結果。また入ってる、本当だ。
すごいね。すごい、フリー。フリー。これどこでも日本で見れるの？ああ、わかんない。でも公開。え、公開されるの？うん。サマーブソロもなんかディズニープラスに入ってた。うん、え、ヤナちゃんディズニープラス入ってんの？入ってます。しょうがないじゃん。マーベル見るために入ってた。まあ、もうやめてもいいんだけど。あ、これね。これ見ましたよ。盛り上がってた。面白かった。これ山形でやったんだよな、ね。燃え上がれってから本当に燃えんなかったと思ったけど、そういうことじゃなかった。いや、インドだしさ。焼かれそうじゃないですか。ライティングウィズファイヤー。誰が作った？ん？サマーオブソウル。そうです。見た？うん。見てないんです。サマーオブソウル？うん。まあ、一度見れるやと思って、そのままです。ディズニー来てるし。ディズニープラス入ってる。入ってる、入ってる。でもあれにも入ってるんじゃないかな、アマゾンプライム。あ、本当？うん。だって去年の夏公開の映画だったからね。いや、それフリーが気になるわ、フリーが。こうなると。気になるよね、こんだけ。こんだけ。密かに実はその最多じゃもちろんないだろうけど、ありとあらゆるところでノミネートされてるっていう意味では、一番だって国際映画賞、長編アニメ映画賞、長編ドキュメンタリー映画賞ってことでしょ、うん、すごくないそれ。すごいね。そんなのはあんまり知らないよね。本当だ、ディズニープラスはすごいんだ。あ、アマゾンプライムで見れる。いやいやいや。もう本当便利な時代になったね。そうやってすぐ見れる。持ってもらって。おどうぞ。食べてないね。ちょっと便利になれすぎて劇場に行かなくなっちゃうっていう。そうそうそう。でも12時に終わらないですね。そうだよね。メインが全然やってないもんね。1時ぐらいまで行くんじゃない？12時半ぐらいまで行くね。あと1時間かかりそう。そうですか。ワーワーが止まった。ワーワーって言う。なんか突然なんか変なネタを言ったとか言ってたけど、そうなの？何なの一体？どうしたの？なんかよくわかんないな。なんか不適切な。そう言ってたよね、不適切な、うん。何言ったんだろう。そんなに、でも日本で勝手に切っちゃうとかいうこと？いやいや、だから会社切れたんだ。あ、向こうの会社が？うん。切れて、今復活した。あ、ピーヨンが入ったってことですか？よく知らないけど、何言ったのかね、うん。でもこういうのって普通さ、リレー放送とかするじゃん。生つっても。ほら。
単にわがわの回線が。まあでも、あの、え、なんか言った、ウィル・スミスが怒ってくるのが殴ってたのか、え、殴ったそのあこう舞台にこう上がっていったのが、うん、その演出じゃなくて、本当に怒ってたみたいな。ウィル・スミスが舞台に乱入したと乱入ちょっとあったのに、シーンがちょっとあって。え、そうなんだ。なんで なんでなんでもうなんだかんだって、まあ、ゴッドファーザーなら50周年って言っていいけど、ジュノー15周年って言われてもなんかね。ねえ、ね、思うよね。ちょっと、どう思います新作。何ワイン畑を売って。ああ、メガロポリス。うん、いやそれ私に聞く？いやいやいや。ちょっとそれ見に行きたくない撮影現場ニューヨークね、うん、いや分かんないけどどうなのか知らないけどさだからでもニューヨークで撮影ができないとかなんとかいうニュースを聞いてる気がしたのまあでもあの金あるんだったらニューヨーク作った方がやさがいじゃないかまあでもそういうのあえてして失敗するような絶対失敗すると思うんですけどバッドフィーリングがあちょっとちょっとアルパシーノが出てんじゃん。私のアルちゃん。本当だ。いや、これは意味はある。ちょっとアル君どうしたの？ちょっと。なんか背中変じゃない？うん。なんかみんなそろ身長が恐ろいすげえなマリオブ原作者ね。コッポラ何歳なの？やばいって言います。もう死んじゃったからね。いやーすごいな出てきただけ、うん、あの2人本当に老人介護の役でもう出てきただけでもいい老人だけ老老介護だけど83歳え、どれがコッポラ若いね若く見えるアルパシーノが一番老けて見える、ね、出ちゃったね、うん私、一度、ニューヨークで、アルパチーノの記者会見に出席したことがあるんですよ。そしたら、もう、すっごいかっこよかった。いつ頃それが映画はね、シモーヌって映画だったんだけど、ありましたね。だけど、その大きな会場でやって、彼がこう光ること歩いてきたんですよ。この前の花道じゃないけど、まあ、大きな道。そしたら、もうさ、みんな拍手なわけ。でやっぱりそれ記者会見とかインタビューとか受ける人じゃないんで、もう異常に人がいっぱいいるんですよ、ジャーナリスト。で、もうね、寸劇を見てるようだと、本当にそのインタビューするときの こんな感じで喋るのは、もううっとりだったのよ。そしたら終わったら、もうみんながガーッと駆け寄って、もうサインをくれ、サインをくれで、俺も日本から来たみたいな感じなんだけど、もうシュッて感じてもらえなかったんだけど。やっぱね、それぐらいね、全然オーラが違うって感じで、とても素敵でした。
ちょっと今さっきの見たいね。ねえ。ネットに上がってっか。ねえ、でもほら、中級。あ、日本でやれ。でもアメリカでは。日本でダメ、あ、アメリカではやってるって言ったのか。なんだと、なんか。何が起こったのか、それが知りたいよね。起こったんじゃなくて、盛り上がったんじゃないの、単に。あ、そうなの？いや、知らない。いろんなことがあるな。ウィル・スミスの話を知りたいのに。え、クリス・ロックに送ったの？え、ああ、何よ、なんだそれは。ちょっと先輩が、あのパイセンが、お前ふざけんじゃねえよって締めに行っとった感じなの。でも大先輩が出てないやで。非常にポワチ。あ、いつもほら、あれ、亡くなった方をしてやるけど、今回やったんよね。去年もなかったんだよ。あれが、俺、あれが一番好きなんだよね。私も思わぬ人、すごいさ、ものすごいよく拾ってるじゃん。うん、うん、そうそう。なんかビジュアルエフェクトの、あの、忘れて去られたような人とかもちゃんとやってくれるから、うん、あれで知ること結構あるよね、うん、あの人亡くなったんだみたいな。そうそう、あれが一番好きだった、ね、そう、私も去年なかったんだよね。あれでなんでないんだろう、本当分かってないんだよ、こいつら。あいつ編集してる人がいなくなった。あ、今から始まる、これ。そうですね、ウィリアムハート。え、ウィリアムハート死んだの？死にます、亡くなりました。今知った。ソンドハイム？え、ソンドハイムも死んだの？ネットビーチ。あ、ネットビーチ。ブダノビッチね。あ、クラレンス・ウィリアムズいたね。いましたね。知らない。タレントマネージャー知らないよ。タレントマネージャーか。業界人じゃないか。マイケル・ケイ・ウィリアムズ。知らない。なんか見たことあるような気もするけどね。ジェローム・ヘルマン、プロデューサーですね。ベルモント。あ、ベルモントね。あ、そう、そう、アメリカに来たらベルモント、あれで終わりなんだ。あら、サリー・ケラーマン死んでたの？この間亡くなった。あ、リチャード・ウーマン亡くなったね。うん、亡くなった。アイマン・ライトはね。お、あら。このために出てきたの？偉いね。うん、え？レッドミミュー、え？知らなかった。知らなかった。あ、ソニー市場。え、ソニー市場って今年だった？千葉新一さん、今年ですね。去年、まあ今年か。リナベルト・ミフラーも亡くなってたの？うん、あ、ダグラス・トランブル亡くなったよね。フィリペ・カザラス、わかんないな。知らない。ジョン・グレゴリー。ジョン・グレゴリー知らないね。ドロシー・スティール、わかんないな。リーン・ストックウェル亡くなっちゃいましたね。メルヴィン・バン・ピープルズ。あ、この人も亡くなったの、はい。結構若いんじゃない？あ、まあ、え？アラン・ラート・ジュニア。ちょっと！え、なんで？何言ってんの？え、私知らなかった。嘘。嘘。ったよ。アランラッドジュニアはすっごいショック。ノーマン・ロイとね、ピノキオやった。知らなかったな。
え、知ってた、やなちゃん。知ってますよ。アラン・ラット・ジュニア。でも彼は、ブレイブハートでオスカー取ったんだよ。作品賞取って、うん、メル・ギブと一緒に、ちゃんと舞台に上がって、賞取ったから、まあ、よかったかなって。ベティ・ホワイト、この間、電気映画があったんだっけ？なんでワンワンをあなたはそんなことしてる？この犬を。あ、動物を大切にしたってこと。なんだそれ。アラン・ラット・ジュニアだな、私的には。この人、よく知らないけど。そう、これが亡くなってニュースになってたのか。オランダとジュニア。なんか知らない自分が悲しい。あ、ね、うん、あんまり報道されなかった気がする、それ。それは確かに。うん、バディ・バンホン。バディ・バンホン死んだの？うん、あ、死んだんだね。うん、もう、うん、いそっての番だよ。あ、ジャン・マルク・バールは死んだのは知ってた。あ、チャールズ・グローディも死んだね。ちょっと本当に最近ショックな訃報が多くて、私結構落ち込んでたんですよ。誰が亡くなった？青山さんが。え？青山真司が亡くなった。ああ、青山真司が。私アラン・ラット・ジュニアが死んだのがすごいショック。知らなかった。知らなかったから。ちょっと人気あれになったと思ったけどな。いや、なんか最近ずっとコロナになってあんまり昔向こうのニュースを見ることがしなくなっちゃったんで、前はよく検索したりしてたんだけど、ショックだな、なんかバックしてた。会ったことある？ないですよ。会ったら幸せだったら。そうですよね。あらね、突然暗くなっちゃう。まさかのショックを受けた。まさかのショック。だってブレードランナーだよ。ライトスタッフだよ。そうです。ねえ。スター・ウォーズだよ。スター・ウォーズ。彼のおかげで今の私がいるという過言ではない。いや、マジでそうですね。いや、マジそうです。だからそういう人いっぱいいるわけじゃん。まあまあ、だからホークス。まあ、ホックス立て直した人がね、言うたらね。スター・ウォーズにゴーサインを出した人なんで。アラン・ラットの息子よ。アラン・ラットちっちゃかったのに彼はでかかったね。だからすごい無口な人でよく知られてて、だからそのブレイブハートでオスカーを取って、壇上に上がった時、まあ、メルケルはもう普通に喋ったんだけど、彼は、家族にありがとうを言います。一言だけだったの。やっぱりもう本当無口なおじさんなんだとか思って。うん。で、アラン・ラット・ジュニアの話ばっかりになってしまう。そう。で、ポリス・アカデミーも作ってんだよ。だいや、だからそのライトスタッフでね、お金がいっぱいかかって、ポリス・アカデミーでお金を返したかったんだけど、なかなか返せなかった。それで、なんかその、はい、ほら、ラットカンパニーが潰れるとかいう話があって、はいはいはい、で、その時私はスターログの読者で、うん、スターログにそうやって書いてて、うん、スターログにこれ本当ですかって電話して聞いたっていう。すいません、あの読者なんですが、こうやって書いてたんですけど、ラットカンパニー潰れそうなんですかとかって聞いたら、良平さんが出て、いや、それは分かりませんよ、僕だってみたいな感じで冷たい。すいません。本当。ほら、出ましたよ、今年の。ス
った全カンピオン。なんかウィル・スミスがクリス・ロックのギャグに怒ってぶん殴った。あ、そうなんだ。すげえ。ありがとうございます。ちょっと待って。ありがとうございます。なんか奥さんのネタにした。うんうん、あ、ジェイダ・ピンケット・スミスをネタにした。髪型についてて、髪ないんだけどって感じ。肩もないんだけどって感じだけど。あ、それで、ちょっと、旦那さんとしてのあれをね。じゃあ、あれかね、そういうのをきっと、即興で、まあまあ、加えていったら、激励に増えた。もう、あの人。二度と黒人社会でやっていけないと。そういうことだったんだ。でもなんかジェーン・カンピオンは、うん、ずっといろんな賞をずっと取り続けてどっかで出現しちゃって、うん、それが今回の賞になんかどうあれするのかって言われてるみたいだよ。あのウィリアムス兄弟に失礼なことを、人種差別的なことを言っちゃって、壇上で。ああ、はいはい、なんか見たね。なんか私は、ずっと、その、まあ、監督として、男性とずっと戦ってきた。だけど、ウィリアムス兄弟は、男性とは戦わなかったよね、みたいな。まあ、そりゃそうだけど。まあ、そりゃそうだけど、そこでそれ言うことみたいな。まあ、言うことじゃないよね。まあギャグと言ったんだろうけど、そう、でもそれはなんか大炎上になったみたいな。そう、まあそれを炎上させる方もさせる方だと思うけど、いやマルチナ、ナブラシロは戦ってますけどって言いましたよね。ああ、ナブラシロはね、美術ね、デューンですよ。デューンですか。マクベスに良かったですよ。あ、マクベスね、様式美の。あ、このマクベスの魔女はすごく良かったね。今までの魔女で一番好きなの、あ、うん、あのポランスキーの魔女なんだけど、うん、やっぱ 今だからできる。もうもらってるよ。何なのこれ。何なのこれ。これやっぱデューンか。何この省略。これ何これ。やっぱ瞬間を見せてほしいよね。うん、あれやってる間に渡してたってことだよね、多分。だからそんなさ、ちょっとほんの10秒よ。10秒、20秒ね。こんなんだったらあんな長いスピーチさせないよって感じで。やっぱほら、こう、くるくるこうカメラがね、こう行って、ポンって行く、うん、はいはい。あれが楽しい、ドキドキするわけじゃん。うんうん、そうなんだ。なんか省略の仕方を間違ってるよね。うん、やっぱ声がいいわ、カンちゃん。ちょっと聞いただけではいいわと思っちゃう。これでカンちゃん撮るのかな。いや、撮るところだと思うけどね。だってこの他の。それでウィル・スミスが撮ったらすごい笑うけど。あ、でもウィル・スミスかも。ウィル・スミスから撮りたい人じゃん。まあ、ウィル・スミス一番撮りたい人。うん、この中で一番撮りたい人だよね。うん、ほら、私たちはこのおじさんがリチャード3世がどんな人か知らないけどさ、まあ、向こうの人から見ると再現度がすごいのかもしれないからね。ね、え、このなんかこのラフなお洋服はいいんですかね。背高いな、デック・ギレンホール。ていうかこの子がちっちゃいんですよ。まあ、それもあるだろうけど、意外とスタイルいいんだね。なんかちんちくんのイメージあったけど、デック・ギレンホールって。うん、手がなんか手がこういっぱい汚れがついてるのかと思ったら、あれなんだ、汚れ、タトゥーなんだね。あ、これこの人、あ、バンモリさん、バンモリさん取らないかな。あ、好きだった、あんたはいい。これが一番取れそうなんだけど。あ、これね。これです。4日間の治療。ね、
新規臭そうな映画だな。ライアン・ウォーレン。新規臭な映画とか違う。ほら、やっぱり。なんだ。あの、なんであの、へへへっていう、あれは、何だったの？あの、へへへっていう笑いは。え、だから同じイギリス人だったんだよね。イギリス人じゃないでしょ。え、ビリー・アイリスってイギリス人じゃない？そう、アメリカ人。あ、そうなの？私、まあ、イギリス人かと思ってた。まあ、同世代っていうことじゃないですかね。え、隣のお兄さんは何者？二人で作曲してる。あ、二人でやってるの？隣のお兄さん、今さっきピアノ弾いてたよね。そうですね。あんなに喜んでる。いやー、ミーハーですか。嬉しい？ビリアリスってのはいくつなんだろう？この隣の人とのこの温度差がすごいですね。君はそこね。で、21歳？え？そんな若いの？私の孫？16ぐらいからずっとやってるからね。トップスターだから。人生これから長いね。大変ですよ。大変だね。21歳。もうだって何だっけ、それこそ Apple TV だったかな。どっかで知ったけど、どっかでドキュメンタリーまであったからね。ビリー・アイリスよ。もう人生語られちゃってると思って。もう21歳で人生を語ってるって今から始まるよね。エミーも全部取ったし、でアカデミー、オスカーも取って、ねえ、何するんだろうね、この後。あ、そうなんだ。うん、過去の栄光で暮らまあ、一生分ぐらい稼いでると思いますけどね、す、う、で、ん、に。それで計画立てる、1年間に500万使うと計算してみたいな。じゃあ、何億90まで生きるとしてって計算すれば。今ちょっとケビン・コスナーが出たとこだ。止まっちゃったよ、なんか。止まっちゃった。うん、ケビン・コスナー私好きなんですけど。なんだろうね。またなんか誰かが。また誰か乱入したの。またなんかやっちゃった。いやそうなると思いましたけどね。そうか。全然思わなかった。あれはお兄さんなの？あ、お兄さんなの？ずっと一緒にやってんだよ、お兄さん。お兄さんがプロデュースみたいにしてこれずっとやって。お兄さんあんな素敵なのに？ね、名字違ったんだ。ねえ。何があったんだ一体。ウィル・スミスが暴れてんのかな。誰かが殴り込みを。やばいなウィル・スミス。なんか言ってる？なんか今度は誰なりみたいです。ションペンが殴り込んだよ。あ、そうだ。ションペンだ、きっと。ちょっと気になる。あ、ようやく戻った。何？何があったんだって。これ何、これ何の賞の監督賞？監督賞ですか。監督賞このところでやるんだ。普通役者が先なんじゃないの？いや普通そうだけどね。普通ってか前はそうだったけどね。ケビン・コスナー老けましたね。老けた。好き。この人実物すごいでかくてびっくりした。でかいでしょ。うん。190ぐらいあるんじゃないの。うん、なんか知んないけど全体的にすごいでかくて、うん、なんか妙に威圧感があったね。でかいだけあって。威圧感。なんかこの人がほらウォーターワールドで来日して記者会見の時に、はいはい、映画って何億かかった映画も何千万の映画も
入場料はみんな同じなんだよねって言ってるのがすごく確かにおっしゃる通りって感じで、ね、普通洋服とかだったらみんな違うのに映画はみんな一緒なんだよ。それを言うんだったらさ、もう日本映画とか500円くらいでいいよ入場料。いや言ってあげたからお金欲しいぐらいじゃない。さあ監督賞どうなるでしょう。特賞難しいよね、これ。いや、ジェーン・カンピオン取ったら泣く。スピルバーグだったら映画好きじゃないけど、スピルバーグ取るのは怒らないよ。あ、でもないよな。ええ、あ、ほぼ下馬評通りじゃないですか。ああ、もうすごいショック。いや、そこまで。浜口君、残念だったね。ジェーン・カンピオンか。ジェーン・カンピオンか。ピアノとか取ったんだっけ、取ってない。取ってないの、ね、初受賞か、じゃあ。いや、それは強いわ。映画は大賞取らないけど。いいよ。そうか。しかも最前列にいたんだ。ウィル・スミス。殴りやすかったんだね。距離が近かった。なんか殴りに来いた今ばっかりで。いやだ、ジェーン・カンピオンか。いやだ。いやだっていうことでもないし、うん。そうか。ちゃんとでも、ポルト・トモサーソ来てるのが真面目でよろしいね。なんかサボりそうな感じなの、イメージ的には。うん、こういうの。すごいよね、これ。監督賞、イギリス人、日本人、まあ、ポール・トモス・アンダーソンとスピルバーグ、アメリカ人だけど、とニュージーランドでしょ、うん、全然なんか外国人ばっかりっていう。うん、そうだな、なんかショックで。ショックで、気が抜けてる。気が抜けた。まだ喋ってる、長いな。長いよ。長いね、長い、長い。だって原稿用紙があんなでかいんだもん。ね、大きな字でプリントしてるんじゃない？あ、老眼で。長いな。そろそろ鳴らせよ。いやー、なんかショックなことが多いなぁ。アラン・ラットジュニアといい、うん。なんだかこのおばさんかーって感じね。トラブルだ。うまそうな。え？サミュエル・エル・ジャクソン。何これは？パルプ・フィクションチーム？パルプ・フィクション何十年とかじゃない？20年とか。知らないけど。20年？いや、もっとかな。何なのこの15年とか20年とか。知らない。新機軸。いや、新機軸なんじゃない、うん、いや、あんた、なんで？え、何が？ジェーン・カンピオン取りましたね、嬉しいというか、なんでって言った。ああ、なんでですか。なんで、あんたなんでって、すごい、そんな。いいじゃないですか、だから応援したって。2年続けて女性監督っていうのが今のオスカーの姿勢を表してるんじゃない。え、去年も女性監督だっけ。だってあれだ、ノマドランドだった。黒いか、うん。これモレツじゃないよ、みたいな。ジャオね。でもまあ、ジャオの方がまだ撮ってもいい。いや、私もジャオの方は全然いい。まあ、それにね、中国の人がああいう映画を撮る、うん、アメリカのああいう映画を撮るってのが面白いと思ってる。全然別にな。
カンペアが撮ることがこんなに落ち込むことなのか自分でもびっくりなんだけど。一応本命されて作品賞取ったらどうする、やなちゃん、作品賞取るんじゃない、やばいよ。だって俺の好きな映画撮るわけないんで、しょうがないですよ。諦めてます。意外とベルファースト行くかと思ったけど行かなかったね。誰ベルファースト行くかと思ったけど一瞬。だもう、まあ、1個もらったからいいけど、ね。いや、まあ、それ。ベルファーストが取らないんだったら、もう、あれだよ、パウダードックしかないよね。これは残念ながら、この流れ。え、監督賞？あ、じゃない、作品賞？嫌、うん、だな。嫌だな。嫌だなって言ってもしょうがないですね。え、うるさいね。まあこれはカンちゃんだね。まあこれはまあ、カンちゃんいいよ、全然。カンちゃんは許す。カンちゃん許す。え、これでし、カンちゃんもきっとトルキで言ってるからさ。まあ、そうだよね。まあ、これは本当にあの、あれでも言ったけど、あ、トリゴロだから。まあでも、ベンゼル・ワシン、あのウィル・スミスもありだよね。ウィル・スミス。でも、まさきちょっと、ぶち切れたけどマイナスになるかなみたいなことね。まあでももう投票はしちゃってるから、はい、今更変えらんない。主演男優賞。でもほら、カンちゃんは何度もチャンスがありそうな気がするんだよ、ね。まあ、ありますよ。今回、取り頃っていうだけだから。うん、いずれは取るでしょ。ほら、やっぱり、28周年ってなんだよ。何それ。もう中途半端な。若い。ウィナーベストスクリーンプレイってどういうこと？いやいや、なんかショーに関わったやつの28周年ってこと？まあ別にパルプフィクションやりたかっただけだと思うんだけど、28周年ってのはあれでしょ、口実みたいなもんでしょ。いや見るからにこう怪しい3人組の感じがね。チンピラがほら、ほんなんかサムジャクは一人で何やってんだ。ロワイヤルのバーバー。楽しそうでいいね。これ、あ、日本でそんなヒットしなかったんだっけ？パルフィクション？そんなことないでしょ。すごいヒットしましたよ。っていうか、タランティーノで一番ヒットした映画じゃない？いや、なんか、クマちゃんが、なんかね、違うようなことを言ってたような気が。あ、一番ヒットしたのはキルビルですよ。ああ、そうか。まあ、そう、うん、そりゃそうだ。キルビルの1位じゃない？ 1 がね。うんうん。Oh my god。あ、あれ、去年の、あ、リビングロール。去年の主演女優賞って誰だったの？え？去年の主演女優賞って誰だったの？去年の主演女優賞がプレゼンターで来るでしょ。あ、だからあの人、うん、フランシス・マクドーマンドです。あ、サボったのか。来てないんですけど、ノミネートされてないから。いや、いやいや、まあだけど、だからサボったってことでしょ。まあ、サボった。来てない。っていうか、旦那さんと一緒に来てないんですよ。二人、二人そう。あ、だからだよね。で、主演男優賞が誰だった？あ、
アンホップは来てた、今さっき。うん、アンソニー・ミサで書いてあった。うんうんうん、真面目に、真面目に。だってあの時寝てたから、お前絶対もらわないと思って寝てて、目が覚めてびっくりだったね。こんちゃーい。この人ってさ、演技派っていうことなんなってるんですか、アメリカでは。いや、よく飲みでされるね。いや、よく何がうまいんだとかずっと思ってるんですけど。なんかこの映画もなんか私はよく分かんなかった、うん、音楽をこの人が作ってる感じが1ミリもしなかったんだよね。なんでなんだろうと、まあ、あのレントでしょ、うん、あのミュージカル自体はすごいです。あのなんだろう、そのゲイの芝居で、私が家賃ぐらい払えと思ったお前ら家住んでんだから家賃ぐらい払え、歌ってる間に家賃払え、家賃払わないことを誇らしげに歌うことかとか思って、何なんだこの若者はとか、おばさんになっちゃった。ちょっと冷静になってるよ。もう取る気満々だよ。ネチェル。ネチェルは良かったですけどね。でも、ちょっとね。いや、まあ美術、美術。ほら、もうおばさんはちょっとお姫様。でもだからデンゼルのために来てやってもいいのに、なんで来ない。そうだよね、うん。あ、でももしかしたらコロナにかかってるとかいろいろあるからね。まあ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 。うん、さあ、ウィル・スミスかって。え、誰でしょう。ベネチ、カンちゃん。うっそー。ほらー、はあ、またも失望。いやー、どうせな、スピーチが長そう。カンちゃん、まあでもカンちゃんは、まあ、いずれ取れますよ。カンちゃん、気を落とさないでね。かんちゃん大丈夫、あなたには毎年毎年チャンスがある。この人にはこれがおしまいかもしれない。ちゃんとクリスロックを締めてた甲斐がありましたね、これね。泣いてる、涙が。まあ、ウィル・スミスにぴったりの役としか思えなかったけどね。ずっと撮りたかったもんね、この人。そうそう。そこはあの、カンちゃんと違うところよね。イギリス人ね、余裕とかも出てるよ。だから2年続けてイギリス人にあげられないと思ったの。ああ、まあそういうのあるよね。なんか、ヤナちゃん、今の聞いて、彼のスピーチ聞くと、うん、あの、リチャード3世が、家族を守ったらすごい男って言ってるよ。え、なんで。だからいいやつとして演じて。リチャードさん、キング・リチャードね。うん。いや、まあそういうことでしょ。だから、ほら、私たち立ち位置がよくわかんないって言ってるけど。わかんないって、あの映画のね。そう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 、うん。でもこの人はいい人だと思って演じてるような、まあ。そうなんじゃない、本人は。あ、すごい。なんだこいつ、やばいな。やばいなと言って、言えないよ。っていうか、はっきり言ってあれ毒親だろうって言ってたんですけど、いや、はっきり言ってあれ毒親でしょって言ってた。うん、言ってた、言ってた。なんか、でも本人は、毒親って本人はいいことしてると思ってる、うん、子供に。そういうのを毒親って言うんだよねっていう感じ。何なのこれ一体。あ、これはそのクリス・ロックに対して言ってるわけ。自分がこのビジネスで軽蔑されても。俺は戦うんだって。ニコニコしないんだって言ってしょ。すごいな、ウィル・スミス。今日はウィル・スミスデーだったってことですかね。ノリノリだね。
このスピーチ面白いから、ちょっと後で全部ちゃんと聞くといい。なんか、あれがないのかな。え、あの、ほら、原稿。ああ。いや、もうだって、別にその誰かにありがとうとか言うんじゃないみたいだから、この人。前のおか、お、真ん中のお母さんなんですかね。お母さん綺麗だね。うん、何、いやさ、クリスロックをさっきの乱入のことでしょ。もうすごいなぁ、長い。長い。フェイスロック映してるよね。この際、面白いから。いや、でもさ、今ね、あんだけ女の子の家族がさ、5人ぐらいいなかった、うん、え、あの、この映画の時さ、女の子の家族が。でもこれに来てるのはやっぱこの人たちだけで、後ろにいるのかね。いるかもしれない。まあ、でもプロデューサーでしょ、あの、2人は。あ、どういうの、だけど、うん、ほら、ね、自分とこの家族の話でだから、うん、まだ喋ってる。いや、長くなると思って。ほっといたらずっと喋ってるよ、この人。10分ぐらい。マキさん、取材したことないんですか？あるよ。話長い。覚えてない。何、アイロボット、すごくいい、あ、アイロボットの時も取材したんだけど、うん、取材したのはアレックス・プロヤスの方だった。でもこの人、あの、下の時トム・クルーズが来てたよ、一緒に。でもその頃から仲良かったかな。うん、アイアム・レジェンドの時インタビューってすごくいい人だった。うん、とても感じのいい人。なんか別に彼自身に悪いあれはないんだけど、彼が演じた役があんま好きじゃなかったっていう。主演男女優賞。誰？女優賞。私はジェシカ・チャスティンかな。あ、でもオリア・コールマンね。でももらったばっかりだからさ。ああ、まあそういう。クリステン・スチュアートどうなの？結局どこ？いや、一瞬しようとはないんだよ。忘れちゃったかな。ジェシカ・ジャスティン、あ、そうね、あとニコール・キッドマンはね、俺ハビエル・バルデムの方がいいと思って、なんでニコール・キッドマンがノミネートされてるんだろうって感じだった、うん。まあほら、でも最後に、まあ彼女の話だったからさ。まあね、まあそうなんだけど。そうか。なんか今回は脱力するものが多いですね。そう。いや、カンちゃんだったらな、でもなんか、まあ、取らなくてもよく、ちょっとほっとしたかな。ああ。またチャンスがあるから。まあ、特にそんなにパワーオブザロックの演技だけだったら、多分あれとかのがまだ全然よかったと思う。なんだっけ、これだ。スパインの。あの時は多分ノミネートされたよ。あ、ノミネートされたんだっけ？あれでしょ？あの、アラン、あの、コンピューターの最初でしたやつ。あ、アラン・チューリングじゃなくて、いやいや。この間なんか、割とあの、地味なスパイ映画をやってたんだ。はいはい。スパイになっちゃった人ね。そうそうそう。うんうん。あの、いろいろ耐えるやつね、なんて耐えてるの、それは出てこないんですけど、すいません。あれ、自分でプロデュースもやってたんじゃないかな。そうなんだ。うん、やりたそうな役だった。うんうんうん。
あのセールスマンが、そう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 、あのスパイになって、スパイになっちゃう。うん、なんと、はい、ここでスパイなんだ。よかった。そうね。あと残すは作品賞と主演女優賞と、え、ヘアメイク。ヘアメイク、でも多分もう発表されてるっしょ、わかんないけど。うん。なんかこれがないように残すことはないですよね。うん。ここでいきなりヘアメイクとか言われても、えっていう感じですよ。え、結局長編アニメはミラベルになったんでしたっけ。うん、暮らしにするからどれがどこかミラベルですよ。ミラベルだよね。ミラベルの人たちがあの上に上がってた、うん。そうですね、ミラベルですね。主演女優賞と作品賞。主演女優、うん。カンバーバッチはいい人ですよ。大好きですよ。ですね、あ、モーリタニアンっていうのも良かったね。あとクーリエも良かったね。あ、そう、クーリエ、クーリエ、うん。モーリタニアンはね、あのジョディ・フォスターがね、普通のおばさんで良かったんですよ。いや、ジョディ・フォスターかっこよかったね。うん、あれだからジョディ・フォスター普通のおばさん役でやってほしいなと思って。普通のおばさんっていう、あら、え、今頃やんの、うん、確か、本当だ。何なのこれ。これ森、わざとさ、盛り下げようとしてない。またデューンだよ。もう全部デューン。うそー。まあ、メイクショー、メイクだから。これメイクこれじゃない？アイズオブタミフィル。この人なんでこんな番組だ。ハンサムグッチじゃない？ハンサムグッチ。ああ、まあね。え、あ、もう。え、もう撮ったの？これやっぱり撮ってて、録画で流してんじゃないの、うん、違う？タミーだよね、きっとね。タミーフェイの。ああ、やっぱそうだ。え、なんか変な演出。ああ、これは。多分もうだからやっぱり最初に言ってた通り、その最初の方のショーは撮ってテレビではあのこれダイジェスト流すみたいな感じになってんじゃないの？うん、多分最初にやったんだよこれ。あ、そっか。うん、でそれをバババッと編集してあの後に入れるみたいな。まあ、その間その会場で何がやってたか分かんないけど、CM タイムをちょっと引っ張ってるって言ったりするのかな。なんか、閉まらないね。かんちゃん。メガネかわいいな。今年は本当に、まあ、これを今言ってもあれだけど、そんなにね、これだっていう映画があるわけじゃないんで、今年はね、うん、全体に盛り上がりには欠けるよね、うん、まあ、でも去年からあんまり、あ、去年マンクがあったからな、うん、デビッド・フィンチャーも来てたしね、うん、見たい人がいたね、今回見たい人、母ちゃんだけかな。やっぱり監督賞とあの俳優部門と作品部分が全く分かれてるっていうのはちょっと盛り上がりに欠ける理由のような気がするんだよね。いや、そう、意外と、でもこうして見てたおかげで、やっぱフリー実はめちゃくちゃ大変なのではっていう気がしてきたんで。フリーってアニメ？うん。だってアニメと、だってこんなその主要じゃない部門で3つを勝手にノミネートされてるって珍しくないこれ。どこのアニメ？どこ？北欧、デンマークとか。デンマークかな。珍しいパターンのような気がするんです。あれ、作曲賞って出た？出たよ。作曲賞何？リュウ覚えてない。ミラベルか。あ、作曲賞何だったんだろう。ハンスジマーだと思ったんだけど、出てないんじゃない、まだ。出てまだ出てないよ。うん。だってこれハンスジマーだよね。うん、ハンスジマーでしょ、普通に。うん。これは俺もそう思うよ。でしょ？だからきっとカバーモデル。嘘。そうなの。作曲賞だよ。うん。
ジョニー・グリーンウッド、マジか。ジョニー・グリーンウッドも、今回じゃないだろうと思うけどね、もっといいのあったでしょ、これまで。あれの時撮ったの？え？あの、ゼアリー・ブラック撮ってないと思うよ。あ、撮ったっけ？撮ってんじゃない？撮ったか。ごめんなさい、今の間違いでした。作曲賞は、デューンの方でした。え、それ、あった？いや、見なかったよ。なんか、いつの間にか。ちょっとそれないんじゃない？ハンス・ジマーもらえるところ。これはやっぱさすがイギリス人、嫌味だよね。嫌味は得意。ほら、それ嫌味よ。イギリス人らしい。よし、ファイブ。いいね、アンドロックですかね。ディスク写真。この人のことをどういうつもりで撮ってるのかいまいちわからない感じがあって、何も考えてない人なのか何なのかっていう。はい、まあ、あの、私は演技の質はだとオリビア・コールマンが圧倒的だと思いましたけど、まあ、映画はともかく好きになれないっていうね、うん、うざいっていう。どうしたらいいんですかね、こういうのって、ほんと。あ、そう、結局見てるの3本しかないんだもんね。うん。あとの2本見てないしね。化粧濃い、うん、なんか傾いてる、傾いてるのよ、いつ確かに左肩がちょっと上がって、うん、なんかやっぱああやってほらちょっとストレスでああなってるってことどうなんですか、そういう話なの。さて、おジェシカ・チャスティン、ほらジェシカ・チャスティンですか、うん、予想当たった、当たった、ついにようやく当たったようやくジェシカ好き、ジェシカね、でジェシカはいい、でもなんか、あ、でもほらやっぱり背高くない、おかしいのよ。私の身長ぐらいだったんだけどな。そう。でも高いよね。非常にちっこい。なことないよね。なんかこんなの履いてんじゃない？ああ。いや、なんかね、一番その見つかわしくない役を やってるせいで、あれかなと思ったんだけど。全然なんかその周りに流される
タイプの人ではないはずなんで。あのよかった。初めてか。初めてだよね。うん、なんかほら、とってもいい頃の人じゃない、まあ、まあそうそう。そう、鳥頃で。ただ、まあそう。ただ、演技。まあそう、まあそうね。まあ、まあいいんじゃないですかね。なんか。でもすごいフェミニストなんだよね。そうそうそう。いやだからさ、あんな役ってちょっとイメージしちゃうよなとか思います。うん、こういう方が評価されやすいってことなんですかね。え、何が？いやいや、なんかその、要はその、いや、俺やっぱゼロダークサーティーの方がいいんじゃないのと思うんですけど。そりゃそうですよ。っていうか、もう映画が、映画の質がね、もう全然それは別物ですよ。だって、あんなハートロックよりもゼロダークサーティーの方が全然映画としても良かったのに。うん、あれは彼女の映画だったからね。そうそうそう、一番最後も彼女のアップで終わるからね。まあ、あっちでは撮れなくて、こっちこれで撮るんだな、みたいな感じはちょっとある。うん。だからほら、見どころはそれしかない。っていうか、やっぱ比べられるんじゃない？本人がこうだったみたいな。なんか好きじゃん、まあ、アカデミーって。そうね。本人がいるのが。そう。好きだからね。だってもうダイアナもそうだ。前もほら、同じ監督だったけど、まあ、これもダイアナもそうだし、ニコル・キッドマンもそうでしょ。そうそう。だから、まあ、ニコル・キッドマン全く似てなかったけど、ダイアナのこの監督って前ほらジャッキーの監督だったから、はいはいはい、なんかそういう王室もの、そうそう、王室とか政府セレブもの、なんかやっぱそれだけで点数が上がりがちだよね。その比べられるから、はい、うん、そうそう、似てるっていうだけでね。サッチャーやってたじゃん、メリル・ストリープが、はいはいはい、あの時も確か撮ったよね、うん、サッチャーやって。でもね、あの時私サッチャー見てさ、やっぱメリル・ストリープってうまいんだなと思って。あの時もう一個ほらあれがあったじゃん、同じ時期だったかちょっと覚えてないんだけど、うん、スティーブ・ジョブスの映画がもう一個あった、アストン・カッチャーがやってた、はい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 、でアストン・カッチャーすごい似せて、歩き方とかすごい似せてんのに、うん、演技が下手だからもう全然ダメなのよ。だからそっくりしょうがダメなんだなみたいな。やっぱちゃんとこういう演技になる人と、ね、うん、似てるだけみたいな、ね、なんか問題でもあった、なんかやばいこと言ったかしらと思って大丈夫です。よかったんじゃないですか、チャスティン、ようやく。さあそれで、え、誰が来たの？レジーガガじゃない？え、ライザ・ミネリじゃない？あれ、え、ほら、そうだ、車椅子で、ほら、ライザ・ミネリだよ。すげえな、介護。すごい、ライザ・ミネリだ。すごいな。キャバレー大好きでしたよ。ライザ・ミネリ、いくつ？え、なんか綺麗だね。うん。いくつなんだろう。いくつ？76歳。え？76、1946年生まれ。え？46歳。まだ若いじゃんね。まだ若いよね。レディガガがすごいな、あの介護っぷりが。
だいぶ前とか撮ったらどうせ、デューン撮ったらどうしよう。いや、デューン撮ったら喜ぶよ、私。喜ぶよね。うん。もうこれ撮っても喜ぶし。喜ぶよ。大喜び。喜ばないよね。ここでパワーオブザドッグってありかな、ね、まあ、やれじゃん、これ喜ぶね。まあ、もし一応。さて。あら、すごい。ちゃんとキャバレーの曲を歌う。すぐに歌えられ。とか言っちゃった。びっくりですね。こっちか。いや、思わず声もなくしてしまいました。あの、恋に落ちたシェイクスピアみたいなやつですかね。10年後誰も覚えてないっていう。これか。こうだ。こうだだって。みんな見てる。サミュエルもやってる。信じられない。いや、そのこと言うから視聴率がどんどん悪くなる。いやいや、そんな撮ったのに言う、ね、だってもうどんどんみんな見て、ありえないと思うから、もういいよ、来年見なくてってなっちゃうじゃん。これ結構あり、一番ありえないよ、ね、一番。まだ私ナイトメアアリー撮ったら嬉しいよ。まだとか言うな。いやいや、ナイトメアアリー撮ってほしかったですよ。信じられない。これ間違いじゃない、読み間違えたんじゃないの。また読み間違え。そう。読み間違えたじゃない。前もほら。ありましたね。あの、ガラランドの時にね。ガラランドの時。あの時はザマーと思いましたよね。確かに。あだね。まあ私はどっちでもよかったって感じだった。オーレン・ビーティがかわいそうだった。いや、彼のせいじゃないよ、みたいな。びっくり。すごいね。いやあ。あ、マリーマトリー美人。もともと顔整ってんだもんな。ね？うん、マリーマトリー。そう、ちゃんと顔を作れば。ちょっと今頭が痛かった。まさかの。まさかのコーダ攻めでした。まさかのコーダだったね。ちょっとウィル・スミスといい、なんだろう、これは。なんかちょっとポピュリズムに溺れてる感じがすごいな、アメリカの。いや、ほんとみんなコーダいいと思っていて、気を上げたのかね。いや、そりゃそうでしょ、みんな投票してんのから。そんな。そこまで。全然わかんない。もうこればっかりわかんない。喋ってるな。いやいや。言葉をなくしておしまいです。おめでとうございます。はい、そうだね。散々パラね。別に悪くはないけど、そんな映画じゃ大した映画じゃないよって。散々パラ言ってきた映画が、まさかの。なんか投票の仕方が違ってきたんじゃないか。作品賞は全員投票なんだよ。確か。うん、でしょ。これだったらドライブマイカーの方がまだ良かった。いや、クショクショってあたりでちょっとやっぱ怪しいと思うべきだったのかな。嫌な。じゃあこれさ、監督賞も多分この人がノミネートされてたら監督賞取ってたよね、おそらく。全員チャンピオンじゃなくて。かもね、女性だしね、うん、また。あったかも。やばい。シアンヘッダーが。いや、だって前どんな映画撮った人、シアンヘッダーって。シランヘッダーって感じよ。いやいやいや。いや、ちょっとすごい今日ショックだ。ショック。すいません、皆さん。暗い気分で終わりました。
まあ、ちょっと今、受賞コメント中ですけど、はい、ちょっと、まあ、まとめ、最後まで賞が来たというところで、まとめというか、総括というか、感想を。感想はちょっと予想外の、これが最後になって、予想的には、予想大外れか。大外れだ、うん。大外れもいいとこですね。これはもう多分、助演女優賞とかしか取ってないよね。こういうの当てりに行ってないから難しいんだけどさ。うん、あ、そうですね。まあだから、あれですね。はい、すいません。希望として、希望としてはっていうか、まあ、コーダーが取ったけど、うん、別に、個人的にはこれはどうでもいいんで、ナイトメアリーとリコリスピザを見に行ってください。っていう感じですね。これからの、これからやる映画としてはね。コーダは別に見なくてもいい。見なくてもいいと思う。特に見なコーダとドリームプランは別に見なくてもいいと思う。正直。いや、なんか配信とかであったら見てもいいんじゃない？え、そう。見てもいい。見てもいい。見なくてもいい。うん、まあでもほら、これが賞だったって評価された、あ、これで評価されたんだみたいな感じで見て、なんか今のこう、ハリウッドの流れを知るみたいな。まあ、別にその悪い映画じゃないかな。うん。悪くはない。特に面白くないっていう。うん。いや、私は、ベルファースト一押しだったんで、彼が、ケネス・ブラナーが脚本賞を取ってよかったなって、今回一番嬉しかったのはそこです。中盤の話ですね。そこはすごい嬉しかったのと、ちょっとアラン・ラット・ジュニアが亡くなったってことを知らなかったっていうのがもう衝撃で、もうコーダなんかどうでもいいという気になってしまいました。すいません。まあでもちょっとね、コーダって、なんかやっぱオスカーって、例えばアラビアのロレンスみたいな映画って、まあ、今見ても、ああ、オスカーよ、アカデミーものってこんなものよねって思うところがある。けど、じゃあこういう映画ってあと本当ね10年20年だった時にそう思えるのかなみたいな、まあ、ある意味こう時代の反映として、うん、そうだからその普遍性があるとかでもある意味普遍性があるわけだ家族の話だからね、うん、だけどだからそれが賞を取るっていうのはやっぱりどん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 そういう今のなんかハリウッドの置かれてる状況、いろんな多様性をなんか重視しなきゃいけない、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないと、なんかその中で映画を作って評価しなきゃいけないってなかなかね、こう純粋な気持ちにはなかなかなれないような気がするね。だからこう昔はそういうふうに裏読みをしなかったけど、最近の映画は結構裏読みをするようになっちゃった。あ、これはこれだからきっとノミネートされたのね。これだからきっと賞を取ったのね、みたいな。良かったからとか言うんじゃなくなっちゃった。これはやっぱ悲しい。映画ファンとしては悲しいよね。だからコーダも別に本当にすごい良ければ全然いいんだけど、違うところで評価されてんじゃないかな、みたいな。邪念が湧いちゃうね。邪念がね、こう見てる方は裏をいろいろ考えちゃう。でもそうやって考えさせるのはあんま良くないんじゃないかなと思う。まあいや、本当はね、映画は文句なく面白ければ、別にこのこと言わないわけですよ。うんうんうん、全然。まあそんなに面白くない、まあ悪かないけど、悪かないけどね、ぐらいの感じなんで、うん、まあ、それすっごい。この程度の映画がこんなに評価されるのって、まあ、こういうことだよね、みたいな。そう。ちょっと冷めた見方になっちゃう、ね。そう、冷めちゃうよね。だから一番興奮したのは、やっぱりケネス・ブラナーでした。なるほど。まあ、ケネス・ブラナーっていうか、ベルファストあんだけノミネートあったのに、ちょっと。でもいいよ、彼が1個取ったからね。柳田さんも今のハリウッドの流れっていうのは、そういう世相が反映されて、賞を取ってるっていうのは。いや、賞まで持っていくと、ノミネートまでは分かるんだけど、賞まで上げちゃうのは、なあ。ね、まあでも正直この作品賞のノミネート作品見てあんまり賞をあげたいというかこれが間違いなく
2022年の映画でしょっていうような映画でもなかったんで、うん、まあ、しょうがないのかな、ドリームプランでもいいよぐらいな感じ、うんうん、ただほら、コーダ愛の歌ってリメイクだしね、しかも。うん、そうなんだ、ね、だから、リメイクの、まあ、リメイクなのに、作品賞の、まあ、作品ノミネートされるだけなら、まだしも、賞まで取って、で、脚色賞までリメイクで、今さっき言ったみたいに、紙、活字から映像化する大変さってあるけど、うん、リメイクされた、あれからって言ったら、なんかね、翻訳するだけだもんねっていうことはないけど、そうそう、まあ、その舞台変えたりはしてるけど、だってそれ変な話、向こうは酪農家だったから、酪農家だったらこうだから、じゃあこっちにしようみたいな、いや私も考えられるもしかしてもらえるかもしれない、もらえるかもしれないみたいな、なんか、そういうほら努力した感じがあんまりしない、うん、頑張ったなみたいな感じがあんまりしなかったんで、もしかしたらもちろんなんかね、すごい努力してんのかもしれないけど、それだったらデューンの方がもう努力の後しか見えないからね、デューンとか見てても、まああとはあれですかね、まあ、ドライブマイカーが評価されて、ちょっとは日本映画の、だから逆に言うとこれからアメリカでもそれなりに受けたみたいだし、アメリカ向け、アメリカ向けっていう海外向けの企画とかを考えるよプロデューサーとかが出てくるかもしれないというか、まあまあ今もすでにいたわけだけど、まあ、その浜口くんとかは映画祭サーキットでは人気者だから、映画祭で回ってるのが、まあ映画祭ではね、普通にカンヌに出るわけで、まあそれがたまたま何かの表紙でアメリカで当たったっていうことだと思うんですけど、まあ逆に言うとそういうのでアメリカまで行って商売になるっていうことになれば、まあお金のかけ方もちょっとは変わるかなっていう気はするんで、そういうのがね、うん、まあこれからちょっと出てくるといいかな。今回の国際映画賞会議にぜひ、まあその国際映画賞だけなのはあれ、まあ一応監督賞までノミネートされてたわけで、え、何が、浜口くんね、まあ、そういうのが行くといいな、うん、まあ、一応、希望で、あと、まあ、あと今回全部見てて、全部見てやっぱフリーが気になりすぎるというねやっぱこう、アニメとドキュメンタリーと国際映画賞っていうので3部門ノミネートってすごい変則的なノミネートだと思うんで、ちょっとこれは見ないといけないなと思います。まあね、なんとなく毎回毎回パワーダウンみたいな感じがしますね。仕方がないね。まあでもこういうのってこう外国国際映画賞だっけ、うん、撮った時にまああとはないかなとかってきっと思うのかね。まあそうでしょう。前ジョージ・クルーニーがシリアナかなんかの時、なんかの時に自分が主演男優賞かなんか取って、うん、壇上に上がった後、その時もう一個監督としてはいはいはい、あれでもう一個 の, モノクロ の,、うん、あの映画でノミネートされてて、これできっと監督賞はもらえないなって言ったのがなんかあってそういう思いがあるのかなとか、まあまあでもね、パラサイトの例もあるからね、うん、って感じですかね。ありがとうございます。じゃあ、ふと告知的な部分がもしあれば、告知のような情報があれば今のうちに、あ、どうぞ、なんか告知、本が出ますよ。あ、本が、あ、今日も今日だったの、日本映画の延々とやってる日本映画の本があってあれがそろそろ出ますね。あのひどい映画ばっかり書いてるやつ、はい、タイトルは皆殺し映画通信はい、暴れ火祭り、暴れ火祭り、あとでリンクを発信の、はい、私は、テレビブロスでずっと2年ほど連載してました、おしいさんの
サブカルの本、押井丸守のサブイカルチャー70年が、単行本がされますので、一応発売日が5月予定ですね。5月じゃないよ。5月か。あ、4月の二十何日です。ゴールデンウィーク前。うん、ゴールデンウィーク前。え、嘘ちゃう。まあ、4月下旬から5月の頭にかけて発売されます、押井さんのつぶらやプロダクションの体験談とか、いろいろあまりこれまで語ったことがないことがたくさん載ってますので、ぜひとも手に取って読んでみてください。よろしく。はい、あと、テレビブロス編集部から、3月30日発売で、ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密映画ですね、特集を組んでおりまして、表紙でやっております。渡辺真紀さんが、大いにライティングしていただきましたので、はい、こちらも楽しみいただければと思います。ぜひ。いや、他に言い足りないことなければ、はい、大丈夫ですかね。はい。はい。じゃあ、長丁場になりました、はい、今年もありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。はい、どうも。バイバーイ。